すみません、真ん中で。どうもこんばんは、設楽正義。で、はい。フリーライターの藤木 TDC と申します。よろしくお願いします。どうぞ。フリーライターの沢北恵子と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日ですね、ニコ生のタックズの時の番組に藤木さんとやった時の、実録犯罪映画っていうのをやったんですけど、結構好評出てしてですね、それのまあ延長線上で、まあちょっと、石崎店長からやってくれないとかということで、ちょっとオールナイトでね、皆さん集まっていただきました。本当にありがとうございます。5時までだと思いますんで、まあ、終電の逃した方とかね、見ていただければと思うんですけれども、まあ寝ててもいいって、ね、最悪ですね、最悪寝ててもいい。いやいや僕が寝るかもしれない、いや、勘弁してください。年寄りなんでね、大体眠くなる、大概眠くなる。明日取材そうなん、取材だそうなんでね、はい。ニコ生タックの時もね、藤木さんにお話しいただいた時に、実は沢木さんが脚本してた犯罪映画も結構あるということだったんで、あの時は電話出演だったんですけども。駅前で飲んでた、急に電話したからね。本当にすいませんでした。でも本当にね、これで、ここに、まあ、ジャケ写がある通りですね、昔の犯罪から今の犯罪まで映画、本当に結構あって、で、僕も結構取材したものもあったりもするのでですね、いろんな話はちょっと聞けると思いますので、本当にこれは結構僕にとっては、ね、貴重なあれで、なんでこの、ね、皆さん本当に集まりにくい深夜にまず集まっていただいたのか、むしろ早めの方が良かったんじゃないかなというふうに、さっきちょっと石崎さんにちょっと言っといたんですけどもね、すごいと思います。で、あと、休憩時間中に文英さんからそのビンゴゲームをやりたいということなんでですね、僕と藤木さんと沢木さんでお宝を持ってきましたんで、当たれば、お宝を。ガラクタじゃないの？いや、貴重なものを持ってきていただいたんで、はい、お宝を、はい、ビンゴゲームで当たった方はというふうに思ってますね。ちょっと本当に語りきれないことすごいいっぱいありますよね、これね。なんですけど、まずはその、早速じゃあ、ちょっと、僕、ちょっとその生ビンゴゲームでもいいですかね、すいません。なんかお飲み物。明日ありますもんね。明日取材ですもんね。いやいや、うん、ウロン茶的なノンアルコールビールってあるんですか？あります、あります。じゃあノンアルコールビール。じゃあ僕とりあえずじゃあ、生ビールにします僕も。はいはい。ということで、そう、犯罪を映画にするってことで、前回ね、ニコ生タックルで藤木さん、まずあそこからやったんですよ。三菱、メーカーですね。三菱銀行のね。そうそう。そうなんですね。で、それもまあ、後々やりたいと思うんですけど、もし見ていただいた方がいらっしゃれば、ちょっとその重なってしまうんで、とりあえずまあ、ちょっとここにあるですね、新しいものから始めたいと思うんですけども、まずね、そこに冷たい熱帯魚と凶悪。これは冷たい熱帯魚はですね、沢木さんの結構リクエスト、初めリクエストだったんですよね、これね。まあ、何本か上げてくる絵と言われて、ね、まあ、1本上げましたね。はい、はい、ちょっと冷たい熱帯魚、なぜ上げてもらったのかっていうのを、ちょっと理由みたいなのをちょっと教えてもらってもよろしかったですかね。はい、ていうか、なんか、この事件はどういう事件なのか、何がね、モデルになってるのか。元は、犬が熱帯魚に変わってるんですけども、はい、ペットショーのね、まあ、知ってる人、まあ、皆さん知ってる人、ペットショーの人が、金に汚い同僚を毒殺して、で、ボディを透明にするというのをキーワードで、はいはい、もうバラバラにして捨てて、で、まあ、冷たい熱帯魚と吹越満が演じた人が共犯者で、はい、この人が釈放されてから、死体の解体の本とか全部単行本文庫本にね、共犯者っていう、共犯者ということでね、はい、うん、これは僕も実は取材してましてですね、主犯の関根源というね、まあ、初めというものか源というものかあれなんですけども、その娘さんにが僕は実はナックスの編集長だった時に、とにかく話したいということで、あ、向こうから連絡が来て、そうですね、愛読者だったんですよ。で、すいません、で、秩父まで行ってですね、で、今はもう全く連絡取れないんですね。普通に今暮らししてるんで、で、まあ、印象残ってるのが、じゃあ乾杯しましょう。あ、すいません。じゃあいただきます。で、全部その往復書簡も全部見せてもらって、印象残ってるのが、私のお父さん本当にひどいことしたと、でも私にとってはお父さんですっていうことだけは伝えたいっていう、まあ、決して自分のお父さんをそのかばうわけではなくてですね、それはただ、何人殺したか分かんないっていうふうに言われてますよね。うん、
埼玉、埼玉ですね、埼玉の秩父とかあっちの方で、はい、朝倉行司さんが曰く秩父だからある山根信仰があるんだって言ってましたですけどね。あ、はい、あ今ほらあのペットたくさん捨てられてるじゃないですか、はい、まさに ね、うん、だからまあ土地もあるしね、うんうん、ブリーダーみたいなことやる人が、うんうん、ペットショップみたいなことやる人が、はい、多分多いんですよね埼玉ってね。埼玉も多いですし、ペットショップやる人が全部じゃないんですけど、うん、中にはですねこれ無料になってるのかな、じゃああんまり言わなきゃいけないけど、やっぱり準暴力団とか関東連合系の人だから多いですよね、うんうんうん、まあ冷たい熱帯魚お金に、ねはい、なるんですよね、まあ、繁殖させればいいだけだから。そうですね、割と、はい、だからブリーダーやってる人は結構人相悪い人多いですよね。あ、まあ、まあそうですね。あと犬じゃなくてカブトムシとかも今ねクワガタとかもみんなやってるんですよ、うん、お金になるからね。そう、大体晩年の石立哲夫みたいな人相になってきてますよね。石立哲夫みたいな。すごいね、こう炭入ってる人とかが、うん、あ、何やってるんですかって言ったら、はい、クワガタのブリーダーやってますみたいな、そんな感じ。そうですね、でない人ももちろんいますけども、うん、はい、真面目にやってる人もね、もちろんいますけどね。いや、真面目やってる人の方が多いですよ、やっぱり。もちろんもちろん、そうそうそう、事件になるのはごく一部で、ね、もちろん、わかります。だからこの人たち、その、はい、関根源というか、その冷たい熱帯魚の、その犯人役のとか、いろいろちょっとその、佐々木さん、脚本も書いてらっしゃるんでですね、その辺、ね、はいはい、昔、はい、その辺からちょっともいやいやいや、冷たい熱帯魚の見どころとか、そのなんか気になった点とか、なんか教えていただければと思ったんですけども、どうでしょうかね。うん、まあ、グロテスク、もうグロものに行けば行くほど笑いと背中合わせだというのが、ね、よく分かる作品ですよね。なるほど。臓物ものは大体ちょっとね、はい、リアリティがなさすぎて怖くないという。あの韓国映画の悪魔が見たという映画もあるんですけども、はい、チェ・ミンシュクとイ・ビョンホンの、ほうほうほう、まあ、あの辺の猟奇物もリアリティないからあんまり怖くないんですよ。韓国はもう、うん、今あれですよね、韓国映画は実録ものばっかり、ね、そうですよね、チェイサーとかね。そうだ、あ、そうかそうか、ちょっと一瞬戻るけど、うん、そのチェイサーとかもあれ、はい、マジですよね。そうそう、あれだって、ね、あれじゃないですか、うん、なんだっけ、商法いっぱい殺し、風俗嬢を家に呼んで、うん、連続して殺した、はいはいはい、犯人いたじゃないですか、はいはいはい、あれが一応モデルなんですよね。なんか大量殺人した、ね、そうですね、あと殺人の追憶とか、そうですね、うん、ただ韓国映画の場合はデンデンとか使わず大体イケメンがやってるんですよ。チェイサーだとハジョンウとかね。そうですね、それだから余計リアリティがないというか、冷たい熱帯魚のその、なん、うん、まあまあ、コメントも、はい、コメントでも出てるんですけど、まあ、デンデンって書いてありますけど、人肉饅頭ね、人肉饅頭、アンソニー・ウォンのね、アンソニー・ウォンのね、あれもそう、タイミング合えば喋ろうと思ってたんですけど、はいはい、けどでどういいですか、デン、まあ、デンデンは関根源のタイプキャストされたようなキャスティングにも見えますよね。まっ、顔が似てますもんね。いや、うん、僕ちょっとね、最後の方ちょっとグロかって、僕グロの夢見れなかったんですけど、その解体するところです。でもね、うん、あれほら原作はまあ解体はもちろんあるし、こうなんですか、こう透明にするっていうか、うん、骨も全部焼けちゃって、亡くなってしまうから犯罪そのものがなくなるんだっていうようなこと書いてるけども、あとはその人肉をこう解剖した肉を鹿の肉だって言って知り合いにあげるんですよね。贈り物をしてるんですよね。それをうまいって食ってるわけですよ。だから鹿の肉って言われたら哺乳類の肉はね、鹿の肉なんですよ多分。そうそうそう、うん、昔、うん、地元のね飲み屋でね、うん、その共犯者読んで、うん、まあだいぶ経った後ですけども、やっぱりそういう小説とか好きな人がいて、はい、共犯者は面白かったっていう話になって、うんうんうん、で飲み屋の席で焼き鳥食いながらね、うん、その人肉を食うね、解体して人肉って、まあ、あれは要するに人間 の、 このフィレの部分ですよね、ヒレ肉ですよね、背中の、ああそうですね、それ食ったら鹿の肉の味がしたみたいな話をね、うん、書いてあるって言ったら、そう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 、あれは本当かどうかみたいな話をね、延々飲み屋でしてたんですよ。あ、なるほどなるほど。そしたらね、隣にいるおっさんがね、うん、おめえら気持ち悪い話すんなってバーンと思ってね。それはもう、まあ、それはそうですよね。いい酒飲みですよ。まあ、それはそうですよね。はい、すいません、ね、はい、すいませんって、その人に謝ってね。はい、いや、だって、
その本の中でも、関根源が、あ、共犯者の中ですよ、中でもほら、はい、クエっつって、山崎という共犯者ね、あの 本名どっちだっけな、僕も連絡取ったことあるんですけど、山崎の方が本名ですね、あ、じゃあ島だね、島の本なんですけど、はいはいはい、あれですよ、その関根源にほら、クエクエっつって、これ、うまいんだぞって言われて、うわっと思って、ちなみにその共犯者の書って、まだ無理、言いたくないけど、そのすんごい銭ゲバで、僕も連絡取って取材しようと思ったんですけど、いくらくれるんだとかずっと言ってましたけどね、10万以下は受けないとか言ってから、そんな取材なんかもないと思ってたんですけどね、まあ、そういう人なんですけどね、共犯者これたちなんて、冷たいネタ言ったけど、そのどうですか、そういうの事件を考えみて、沢木さん的にはどうだったですかね、映画としてどうだったんですかね。うん、あれは やっぱり基本、ダメ人間がしょうがなしに犯罪者になってしまうというのを描いてて、これ監督もなんかインタビュー言ってたんですけども、はい、あの人は多分デビッド・フィンチャーの、セブンとか好きで、でもブラッド・ピットみたいな犯罪者がカリスマ性があって人を引きつけるのはおかしいと、うん、だから小市民がもう巻き込まれて家族を人質に取られて巻き込まれるという、うん、あれが、まあ、日本っぽい犯罪ですよね。でんでんは良かったですよね。でんでん良かった、良かったよ、本当うまかったよね。でんでんはやっぱり犯罪者向けですよね。うんうんうん、そうそう、うん、なんだっけ、大根さんが撮った、はいはいはい、湯煙スナイパーっていう、はい、遠藤憲一が出てた中日チャンネルの深夜にやってた、はい、まあ、ドラマがあったんですけども、はい、それでデンデンがやっぱり出てるんですね、はい、で旅館の番頭さんなんですよ、はいはい、はるちゃんって昔、ね、昼の帯ドラがあって、ね、旅館の話で、あれ番頭が山田達夫だったんですよ、ね、今は亡き山田達夫でね、そうそうそう、うん、だから大体番頭さん役って人相悪い犯罪者型の、うん、まあそうだ、そうだよね、うん、でその湯煙スナイパーはデンデンだったんですよ、でまあ、遠藤憲一はその殺し屋、凄腕の殺し屋だったんだけども、うん、まあ、一応スナイパーを辞めて、はい、温泉場で番頭見習いとして、うん、見習いとして働いてるっていう役だったんですけども、ある日ね、デンデンがずっとこう夜どこかに行ってるのに気づくんですよ、うん、毎日毎晩、うん、のない川の方にこう、うん、デンデンが降りてくるんですよね、うん、それ絶対人殺して埋めたりとか客を殺して埋めてるんだろうなと思ったら、怖い、それ多分遠藤憲一もそう思ったんですね、はいはいはい、進行の、はい、でこう追っていくんですよ、はいはい、でバーってその何かをしているところを発見するんですね、はい、そしたら河原でね、はい、インスタントラーメン作って食べてるんですね、で何やってんですかって言ったら、はい、いや袋物のインスタントラーメンがどうしても食いたくなるときあるんだよねって、河原で食うとうまいんだよねって、それだけだったですか。デンデンは絶対何かね、人殺してると思ったんですけどね。ですね。でもね、遠藤憲一も昔は怖かったじゃないですか。うん、でも怖さをいじられてバラエティー出るようになると怖くなくなるんですよ。コマーシャルやってるとね。そうそう、うん、だからデンデンも旬の時期っていうのはそんなには、ね、ないはずですよ。持ち味でね。うん、この、ね、冷たいネタ時は本当にもう最高潮だった気がするんですけど、ね、だと思いますよ。デンデン。デンデン。デンデンはね、でもまあほらすごい本数出てるじゃないですか。はいはい。クライマーズハイとか出てましたよ。そうそうそう。うん、あとなんだっけ、妻夫木が、うん、殺人者かなんかの役をやる。なんだっけ、トロントで賞を取ったやつね。なんだっけ、なんだっけ、はいはい、もう年取ると忘れるよね。ええ、悪人でも、うん、最後の最後にデンデンが出てくるんですよ。あ、はいはいはい、で最後の最後にデンデンがタクシーのドライバーで出てきて、こいつ絶対殺して終わるなって思ったらただの運転手の役だったっていう。なるほど。全然出てくるとね、やっぱり、そう何かあるなって、ね、うんうん、あるんですけど、うん、今が食べ頃の役者さんですよね。そうそうそう、本当にそうですね。はい、そう、冷たい熱帯魚と、あと、凶悪もなかったでしたっけ、そこになんか、凶悪、これ凶悪。凶悪は、まあ、両方評判良かったんですけど、凶悪に話移っていいですか。いいです。全然いいです。あと、他にもいっぱいあるんですよ。ありますよね、そう、かつての話とかもありますし、
レディージョーカーとかの津山さんとかいっぱいありすぎて、ちょっと早めに行っちゃうんですけど、凶悪は どうですかね、あの評価は。僕はなんか山田孝之が、あの自分では なんだっけ、あの多分新潮の記者の役なんですけど、そうですね、あの書いた人の役ですね、原作をね、そうそうそう、悔やんでるって、僕、あの役、あの文春とか新潮の人と今付き合うじゃないですか、うん、ああいうのいるんですよね、白いシャツで、ぴったしのすごい人なんで、別によく、あか抜けない感じの、いや、まあ、いかにも記者って感じですね、いかにも文春と新潮っていう感じの人なんで、全然良かったと思うんですけどね、あの藤木さん、どうですかね。凶悪はね、はい、まあ、犯人役が、リリー・フランキーで、そうですね、まあ、刑務所の中で、まあ、そのリリー・フランキーが一番悪いっていうことを、はい、告白するのがピエール・タキーですね。ですね、はい、ピエール・タキーはうまかったですね。でもね、リリー・フランキーとかね、もうちょいこ怖さがあってもいいかな、うん、あれ結構怖かったですけどね。あ、本当、いや、なんかちょっ と, っ と, っと都会的な感じがするっていうかね、あ、うん、もうちょいこ怖い人の方が良かったなという気はしたんですけどね。だからあんまり怖くすると今度あの見る人が気持ち悪すぎて嫌だっていうような、あ、なるほど、情報今多分、映画産業のね、工業界の中には多分あるだろうから、 あんまでそういうふうにできないのかなっていう気はしますよね。なんか、はい、まあ、ここにあの、日本セックス縦断東日本編というですね、60年代末か70年代初頭ですね、撮られた、あの、大久保清を描いた映画があるんですけども、これに主演しているのが今泉弘さん、うん、大泉洋じゃなくて、大泉洋じゃなくてね、はい、今泉弘さん、亡くなられたんですけどね、はい、ピンク映画にずっと出続けた人でね、うん、まあ、僕とか沢木さんが多分ピンク映画見てたり、沢木さんが伝えてたので80年代前後ぐらいで、うん、そうね、70年代後半から80年代、その頃はね、もう、うん、もう、お年、結構お年で、もうすでに60代だったでしょ、今泉さんはね。で、この凶悪の事件にモデルになった、本当のその上申書殺人事件で、まあ、その上申書によって逮捕されて捕まった人っていうのは、まあ、ネットなんかにこう写真って上がってるんですけども、うん、よく見ると、その晩年の今泉博みたいな顔なんですね。あの人は要所要所であの顔が出てくるんですよ。痩せこけた貧相なおじさんみたいな感じでね。だからそういう得体の知れない、なんか別に普通のおっさんが、実はバンバン人を殺してるみたいな、うん、得体の知れなさっていうのがね、なんかあるのがやっぱり一番怖いような、あれ一番怖いですね、うん、大久保教師自体がそういう怖さがあって、ね、ちょっとね、うん、リリー・フランキーさんは前後いろんなその映画に出過ぎてるんで、顔とか慣れちゃってるからっていうのもあるかな、うん、だからやがて父になるだっけ、はい、そして父になる、はいはいはい、ああ、はい、分かった、はい、あの福山雅治です、福山雅治ですね、一緒に出てる、あれの感じでね、うん、あれの最後でガンガン福山とか刺して殺したりしたらね、うんうん、そうだね、そんですごい怖いと思うんですけども、そんで帰りちゃいみて今日みたいに AV オープンのね、あの表彰式に来ればいいんですよ、当たり前のようにね、そうそう、うん、それは怖いけど、凶悪はなんか最初から分かってるからっていうのがあって、あんまちょっと怖く、そういう怖さないでしょ、だからそうそうそう、韓国映画もイ・ビョンホンとかしてるんだともう怖くないんだよね、うんうん、ガンガン刺すんですか、ガンガンね、殺したりとか、電気ショックとかこうやったりすると福山にね、うん、そうそうそう、あのほら、なんだっけ、はい、ニコ生やった時も、はいはい、その北九州のね、あいつなんだっけ、松永太志、あ、そう、松永、そう、一家殺人事件のね、松永太志さん、うん、まあ、あの時も話したんですけど、まあまあ、最初はだからこの凶悪っていう映画は企画としてはそっちの方をやりたかったんだけども、うん、
その北九州の方は、ちょっと遺族っていうか関係者が一人一人 ね、うん、あの捕まってて、うん、拉致されてて生き残った女の子が一人いるんで、うんうん、まあ、その関係で多分できなかったんだと思うんですけど、あ、なるほどね、うん、その松永太志ってね、うん、あの写真見ると、うん、いい男なんですよね。そうですね、はい、だから今度松永太志を福山雅治に演じてもらって、うん、あ、そうそう、あの、そう、そういう話もしたかったんですけどね、うん、あのニコ生タックスではですね、うん、あのこの犯罪を映画にするんだったら誰を、主役にすればいいかみたいなことも話したかったんですけどね、うん、うん、そうそう、だからね、ちょっとこれだから凶悪はね、あの、そうですね、僕でもあのヤクザモンと取材とかしてるじゃないですか、でそのピエール滝は結構リアルだったですね。ああ、まあヤクザっぽいというか、うん、ぽいですね、ヤクザってあの明るくて楽しい人って多いですからね。そうですね、でもパーンってかわすんですよ、パーンってここに、フランドリーだなと思ったら、そうそうそう、バシーンってかわすんで、そうそうそう、礼儀正しかったりとか、そうですね、すごい人のことをこう持ち上げてくれたりとか、すごい気持ちのいい人だと思うと、ある人全然高いあの、はい、熊手とか買ってくれって言われたり、はい、そう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 、で初めいい人だったのに、あの2回目呼ばれた時は多い子らになってて、すげえ怖かったとかいっぱいありますけどね。それはあれピエール滝は結構リアルだったんですね。でも年同じなんですよ、うん、僕もこの人と、まあ、それはいいんですけど、凶悪もそうだったんです。ちょっとちょうどいいからこれちょっと話しませんか、この大久保清とか、うん、大久保清これ、うん、日本、あ、大久保清ね、はい、日本セックス銃弾ですけど、大久保清もな、あの AV でもドラマ化されてるし、まあ要所要所やってますよね、はい、まあ、ビートたけしがねやったりとかね、そうですね、うん、もしかして、うん、はい、大久保清知らない人もいるんですかね、あの、まあ、皆さんもそうですし、群馬県で、うん、はい、あ、じゃあざっと、じゃあまあ、あの車に乗って絵描き、うん、僕は絵描きなんだよって言って若い女の子を騙して殺してると、はい、その頃の、あ、それはちょっと、そっか、ニコ生でもあの藤木さんが話されたんで、うん、そうそうそう、あれですけど、うん、重なっちゃうんで、また沢木さんからの解説欲しいんですけども、はい、松田のクーペ乗って、あのベルシカボでしたっけ、かぶって全教頭の華やかれし子だったんですよね。そうですね、あの、ベレー帽がトレードマークと、ベレー帽ですね、ベレー帽トレードマークで、はい、うんうん、ざっくりと説明、そう、じゃあざっくり、もうちょっとじゃあ説明していただくと、どうですかね。だから痴漢マニアなのか、やって殺すのが好きなのって大きく分かれるんですけども、その辺どっちなんですかね、彼はね。勝田清隆とかは痴漢が好きな感じだったんですけども。ははまあ、まあ、そうは言ってないけどね、ね、本人は。はい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 。いや、でも、まあ、1960年代の、はい、ですよね、うん、初日で、あの、まあ、これビートたけしもやったんですけど、この、うん、あの昔のこれどう、はい、あ、どうぞどうぞ、デザインがね、これね、フィルムがあって、うん、90年代に、ね、はい、今はなき大井町武蔵野館とかで上映されたんですよね、うんうん、それで 見ましたけどね、うん、まあ、なんていうか、その大久保清ってちょっとこうずんぐりむっくりな感じで、ぽっちゃりしたタイプなんで、うん、本人はね、うん、だからまあビートたけしって非常にこう、うん、合うなって感じはするんですけども、うん、ちょっと今泉洋って今泉洋ってそんなになんかイメージないじゃない、ないないない、うん、だけど意外と合ってたっていう、ね、で監督渡辺守さんだから、やっぱ硬派な、そう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 、で硬派で遊びのない、そう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 、うん、演出、骨太のね、そうそうそう、演出だったんでしょうね、硬、うん、い映画でしたよね、うん、まあ、リアルだ、冷血もそうですけど、ね、リアルリアル、うん、マジですか、うん、まあ勝田清隆の、うん、ただほら、うん、あの大久保清事件って、うん、結構その野外でレイプしてる話でいいから、はい、だから割と安く取れるっていうのはね、はいはい、あると思うんです、うん、まあこうなんか、まあ、時代が起こしたっていうと変ですけど、時代が起こした犯罪とかってあんまり好きじゃないんですけど、うん、時代のせいにするのは、うん、まあ、ちょっとそれっぽいところありましたよね。いや、まあ、まあ、でもまさにそれなわけですよね、うん、そうですよね、高級車乗り回して、そう、松田クーペ、ね、うん、で、まあ、なんかその趣味を、高級趣味をひけらかして、はい、女をナンパして、うん、で、ね、その殺すっていう、うん、そうですね、うん、ロシア人かなんかの血が入ってましたよね、確か、
で北関東なんですけど、北関東に、ね、結構事件多かったです、うん、まあ僕の偏見かもしれませんけど、ね、いや本当これ群馬でこのね、あの人妻集団暴行致死事件は栃木かどっかのはずです。これ何ですか？これ埼玉のね、埼玉外れの方ですね。まあどっちみちね、うん、そのエリアですよね、うん、北関東にかかる。これ解説していただくと、これなんですか？これね、これはね、うん、名作なんですよ、ね、日活ロマンポルノの。これでいいですか？うん、いいです。日活ロマンポルノのね、はあ、田中昇さんという名称が、ね、1978年だったんですね。撮ったちょっとこれ主演が室田秀夫さんっていう、ロマンポルノで室田秀夫っていうのね、はい、原作が長部秀夫でダブル秀夫作品なんですね。はい、で、まあこれはあの河原にね、こう掘ったて小屋を建てて、はい、自給自足みたいなことして住んでるおじさんがいまして、はい、奥さんと一緒に住んでる、奥さんがちょっとなんか、うん、黒沢典子というね、そうそうですね、ちょっと障害を持ってるタイプっぽい感じなんですね、うんうん、だけど2人で住んでて、はい、その河原にいるおじさんと風呂屋正人とね、深見博士と、あともう一人誰か、風呂屋正人と深見博士のコンビはやたら多いんですけどね、まあこれもその一本で、はい、またね、その深見博士の話をするとまたね、うん、また長くなる、杉作ジェイ太郎と深見博士の話だけど2時間とか流れてたからね。まあまあ、深見さんっていうのはちょっと触りだけ話すと、はい、深見さんっていうのは絶対モテない男の役なんですよね、はい、で、風呂山雅人はモテる役で、そうそう、風呂山雅人とかがセックスしてるのを覗いて、うん、必ず自分でオナニーしてるっていうシーンですね。この構図ですよ、あの二人はね。これもバッチリ深見博士のオナニーシーンがあってですね。マジですか？そうそう、深見博士、風呂山雅人ってもセットで出てますよ、この頃、うん、あ、そうですか。で、深見博士がこうオナニーして、はい、こううーって行く顔をするんですね、それ見たらみんなゲラゲラゲラって笑うっていうかですね、深見博士を見たなって感じが ね、生き顔でこう受けるまあタイプだよね、俳優ですね、で風呂屋正人も最初風呂屋安男って言ってたんですよね、はい、あ、そうなんですか。そうそう、初期の頃助教師っていう映画がロマンポールの彼の最初の一本目だと思う。長島英子のね、長島英子の、うん、のね、で この見どころはやっぱりあのお人よしの室田秀夫が、はい、あの不良どもに奥さんを犯されて殺された後、こうもう死んだ奥さんを風呂に入れて傷だらけの天使の最終回のような、まあ、あれが間がすっ飛んでるんで、あれで説明すると、まあ、その風呂屋正人の若者と交流するんですよね、うん、で交流してみんな懐いて、うん、ずっとその河原に住んでる面白いおじさんと、はい、都市部に住んでて、なんとか阻害されてる若者の、とても素敵な話が延々続くんですよ、はいはい、延々続くんだけども、ちょっとした間違いから、その、うん、若者たちは奥さんをこう、うん、犯してしまうんですね、うん、そしたら奥さんの方はなんか持病持ちみたいだったんで、うん、そのままポクッと死んじゃうんですよ、で、この室田秀夫が、はい、こう死んだはずの奥さんを警察に訴えないで、うん、ずっと家に隠してたっていう、でお風呂入れたりしてたっていうような事件があったのを長部秀夫がその小説にして、小説にしてっていう話、うん、そういう話なんですね。ちょっとグロいですね。まあまあ、でもいい映画ですよね。これ文芸賞ね、これね、キネマ旬報の6位ぐらいに入ってるんですよ、この年のベスト10の、うん、はいや本当これはもう名作ですよね。だからまあ実録犯罪映画の描き方としては、うん、すごいこうなんていうのかな、その冷たい熱帯魚みたいに、うん、グロさをこう強調して、そうだよね、描く描き方と、うん、はい、全然そうじゃなくて、こう文芸的な、はい、なんていうか、うん、その文芸作品の文脈の中で描くっていうような2つの方向性がある、はい、あるって、うん、こっちはどっちかというとその文芸的な、なるほど、事件の部分はすごい少ないんですよ。あ、で事件に至るまでの人間関係のすごい良好な人間関係だったものが、はい、ある時点からこう変わっていくというのを描いてる。だからその風土がやっぱりね、まあ、北関東といえば北関東じゃないですか、うん、そうですね、広島とか岡山とかであんまりこういうの起こんないでしょ、うん、不思議と。なんでですかね、大阪より向こうでは。そうですよね、うん、そのさっきの文学的で言えばちょっといいですか、これっち言っていいですか、はい、あ、実力安倍定、はい、ちょっと安倍定をちょっと、はい、これ安倍定です、宮下純子、はい、はい、これやっぱりちょっと
酔っ払いのうちに話しておいた方がいいと思うんで、阿部サダヲちょっと、いや僕はじゃみいやもうこれ本番知ってますよね、うん、この人本番してるやつ。いやそれはね、愛のコリーダーの方。愛のコリーダーか、そうか、うん、そうか。あそうですそうです、ね。愛のあの大島なぎさのこれですね。うん、ま松田。そうそうです、ね。あこっちか。コリーダー。はい。でまあ宮下純子のはあの西村翔吾郎という監督が。うん西村翔吾ですよね。いや、これも田中昇。あ、これ田中昇で。田中昇で、ええ。これはカップルで見ると本当にもう、うん、あの嫌な雰囲気になりますよね。僕カップルであの彼女と見たんですけど、うん、あ私分かる分かるとか言われて、うん、女の気持ちは分かる分かるとか言われて、あの、あのね、でもこれはね、松田英子がね、ブスなんですよ、ね。あ、まあ、いやいや、ね、いや意外とエロいっすよ。いやいや、でもブスですよ。ブス変わっブスでやっぱりこれはさハードコア映画だから、はい、当時やっぱりそのあのまずあの大島なぎさの企画としてはハードコアありきだったんですね。なるほど。でまあできる女優を探したんだけども結局その松田英子になってしまった。松田英子その前は何をやってた人なの？あの人はね、うん、日活で違う名前で 女優やってたんですね。あとあの天井さじきにあのいてでまあ、別の名前で何ですか？なんとかまこっていう名前で、あれとかに出てるんですね。あの野良猫ロックとかに出てるちょい役みたいな感じでね、下っ端の方の役でね。でまあそれはこうなんかギンギンにこうまつげつけまつげとかつけて、あのサイケなあの女性の役で出てるんですけども、これはまあほぼすっぴんみたいな感じだから、全然わかんないですよ。まあ多分ハードコアできる人が相当いなかったんですよ。そう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 。この人とこの人は同一人物って言われてもちょっとわからない感じですよね。で、まあまあこれなんだっけ、何人かに声かけたんですね。その男優とかも何人かに声かけて、はい、まあ最終的に藤戸津也が出てるんですけども。まあまあ大島なぎさなんでね、ちょっとかったるいとこもある。あ、まあ確かに大島町なんで、うん、脱げるだから、はい、映画としたらこっちの宮下純子のジョルカの方が圧倒的に、うん、あ、そうなんですか、うん、宮下純子はいいですもんだってね、うんうん、あけど実物の阿部さんのリアリティで言ったら、まあ、松田英子なんでしょうけども、うんうん、確かあの中野区の新井薬師かどっかだったと思うんですね、事件起こったのは、うん、うちの近所なんですけども、うんうん、実際あ、あそこで奥ですよね。うん、奥のね。奥の僕も行きました。場所行きました。はい。あの15年、まあ、あのルプライターの朝倉恭二さんがまだご存命な時に、まあ、僕の師匠筋ですけど、生きてたら、うん、安倍さん今90ぐらいじゃねとか言ったんですよ。まあ、で今100ですから生きてないんでしょうけど、だから生きてたら会いたいよねっていう話で、結構市原の旅館まで行って、そこからどっか分かんないんですよね。うん、安倍さんの最後を知ってる人いないでしょ。だから、ね、いないんです。だから安倍さんみたいな有名な人って、うん、坂口安吾とかも取り上げてましたから、うん、亡くなったら多分新聞出るんじゃないかと思って出てないんですよね、うん、不思議でしょうがないんですけどね。で生きていたら90とかいう言い方になったのもあの謎だからそういうのそうです、ね、なってるわけですよね、はい、うん、まあ、人は岐阜の天寺に行ったっていう説もありますし、うんうん、まああの目かけになったっていうね、あの金持ちの目かけになってみたいな話もあるしね、はい、だチンポ切るっていう可能性、うん、よくわかんないですよ、この人。なんかなんでチンポは喋っていいんですか、そのまま。いいんじゃないですか。ダメなんですか。ダメなこれ NG ワードなんですか。まあ、まあ、いいんじゃないですかね。前熟女もやった時喋ってますよね。チンコっていいらしいですよ、はい、うん、それ切るっていうあれがわかんないんですよね、うん、はい、それ切った瞬間にほら彼女とかは分かる分かるとか言われると本当に困りますよね、うん、分かる分かるとかね。じゃ あ, あの女性器もあれ喋っちゃダメなんですね。女性器はやばいみたいですよ。じゃあデリケートゾーンにしとけばいいですか。分かる分かる。金庫はいいらしいです多分ね。 OK って書いてます、はい、それだから分かる。それ僕 そこしかないですもんね、切って、あとサベ、サダ吉二人切りってところにこうね、もう太もに書くっていうね、うん、これまさにでも本当実力で、これでだからあれじゃないですか、このどっか出てこないかな、牛光の村のあのあれがあのなんだっけ、問い無双が影響を受けたというやつですよね。ああ、そうです。だからまあそう言われてる津山事件のね、津山事件のやつね、牛光の村のね、どうだっけな、うん、これも田中昇る、まあ、時期は割と近いところで、問い無双はだからその、うん、安倍定の事件を新聞で、うん、見たですね、見て、はい、俺もなんかどえらいこと
せにゃーみたいなことをやっぱり考えたという話もある。話もありますもんね。そういうことを言ってたという説もある程度の話ですよね。あまり直接、まあ、関連はないかもしれないですね。で都市伝説的ですよ、うん、これもすごい映画だったですね。あの牛光の村の話ですか。はい、はいはい、牛光の村、うん、はいはい、はい、ロマンポルノっぽい映画ですよね、どっちかっていうと、ね、あのそう、あの西岡拓也が初めて田中昇、尊敬する田中昇の脚本を書けるっていうので、結構オマージュっぽい場面が多くて、ロマンポルノに近いんですよ。まあ、西岡拓也さんっていうのは、うん、はい、今出たあのこのタトゥーアリの脚本を書いたりとか、で、まあ、あの伊豆監督のガキ帝国とかね、伊豆監督とずっと組んで、そうそう、うん、ピンク映画の脚本を書いてて。そうですね、うん、でまあ、暴行魔神獣攻めとかね、うん、70年代の後ろぐらいから一般映画、うん、まあ、タトゥーありぐらいからですね、うん、タトゥーあり書いて、あとションベンライダーとか書いて、うん、まあ、牛光村、うん、これヒットしたんですか、牛光村。いや、牛光村は全然ヒットしなかった。あ、ダメだ、うん、これもね、R 指定になっちゃったんですよ、うん、最初一般指定のやるつもりが、うんうん、ちょっとね、つまずきがあったりして、さつき緑、本当エロいですよね。いや、これはね、池波市の、これはそう、池波市の。さつき緑出てます。あ、さつき緑出てた。え、牛水丸、牛水丸は田中美佐子のね、うん、それは分かれる、意見が分かれる、確かに、バラ、まあでも、あのね、まあ、鬼気迫る、黒江雅人っていう風な演技だったけども、うん、そうそうですね、実際、鬼気迫ってたんですね、後に自殺されましたからね、彼はね。そうなんですよね、いい役者だったんですけどね、うんうん、けど、ラストのね、あのね、あの、まあ、山に行って、猟銃で。あれなんですけども、なんか恨みなんとかでございますね、皆様さようならでございますよって言ってね、もう民谷二郎のような死に方をするんですよね、うん、実際はね、あ、そうなんです、猟銃を顎に当ててという、うん、これはあの若松浩二がね、うん、はい、もっと70年代中盤ぐらいに復讐記っていうタイトルで、はい、やっぱりこれモデルにした、ね、あれも八つ墓村のね、うん、この間ポレポレで上映してましたけど、あ、そうですか、まあ、スタ新宿スタイに行けばあれがあるのかな、VHS とかもしかしたら置いてるかもしれない、まあ、若松浩二は結構ね、まあ、ちょっとここまで作り込んで、うん、あの時代設定とか合わせてないですけども、はいはいはい、それをモデルにしてやっぱり、ね、あの銃で人をバンバン撃ち殺す映画作ってますね。だこのトイム島も僕あのナック時代に結構まあ、墓がね、どこにあるのかってこう取材したんですけど、うんうん、ミリオン出版は問いむそうで相当ね、うん、商売を、そうですね、いや、あったんですよ、ね、いろんな編集者が何冊も本出してるって、いや、初め僕はなんだっけ、新入社員に、問いむそうの墓あるんじゃないの、探してこいよって言ったら、探してきましたとか言って、石だったんですよ。うんうん、でも村では本当評判良くて、うん、むっちゃんはしょうがなかった、うん、まあ、問いむそうだったら、むっちゃんって言って。背も高くて頭も良くて、で呼ばれの風習の時にその結核っていうことでそのこうなったから、やっぱりじゃあ振動みたいな子だったんですね、実際。そうみたいですね、まあ、実際頭いいですからね、うん、金もあるわけですね、うん、そう、うん、金も家も売ったし、うん、そうで、結局僕ね、そうですね、トイム、村では本当、まあ、その村の名前ちょっと、まあ、K という人知っておきますけどね、うんうん、そこの中で本当にそので、あとお姉さんが生きてるって話もあったんで、はい、もう亡くなってるでしょだと思います、うん、まあ、15、6年前ですからね、うん、聞きたかったんですけど、結局ね、本当にいまだに語り継がれてる事件だったんですよね、うん、でもまあほら、アメリカでも最近よくこういうの起きてるじゃないですか、うん、銃乱射事件みたいなのが ね、はいはいはい、起きてるし、だから あとはそのどこだっけ、ノルウェーだっけ、あ、ありました、ね、スウェーデンだっけ、はいはいはい、ブライビーク、ね、ノルウェーかな、うん、はい、島です。であとはなんていうか、もう捕まってからもう一貫してもう毅然として自分の主義主張を、ね、貫いてるじゃないですか、はい、だからそういうのが、はい、トイムツもね、なんかちょっとこう影が薄くなるというか、影が薄い、うん、影薄い、そうそうそう、うん、そう、だ今度また秋葉原のなんだっけ、突っ込んでたやつの事件も映画化されません、うん、あ、加藤なんだっけ、智弘、うんうん、あれ映画化されたのかな、
と思うんですけど、あれはね、ひろきさんがなんかそれみたいなの、あなんかその、ね、まあ、事件の直接は描いてないけども、うん、そのなんか後をこうずっと歩いてって、あれはね、直接は描けないでしょ、あの犯人役がね、うん、でもあの役者としてチャレンジのしがいある役と思うんですよ、ね、あれはちょっときついですよね、うん、いや、あのまだこれ、まあ、ぶっちゃけ僕は思うけど、やっぱ遺族がいるし、遺族がいらっしゃるじゃないですか、最近の事件なんてなかなか難しいですよね、うんうん、どうでしょうか。いや、あのね、でも昔もまあ難しいことは難しかったと思うんですけども、うん、今はあのワイドショーとかでもう完全にやっちゃうじゃないですか、うん、なんていうかその事件の全容をね、こうまあ再現することはないけども、うんうん、そっちの方が面白いから、なるほど、映画でやってもね、うん、こうなんていうか見せるところがないような気がね、うん、それだからあのもうだいぶ経っちゃってからだったらね、うん、できるだろうけど、みんながそのワイドショーを忘れた頃だったらできるかもしれないけども、うん、結構今あまりこういう実力犯罪映画っていうのはないっていうのは、そうですね、そのワイドショーがその代わりになってる。なるほど、なるほど。あとやっぱりね、こう山田孝之とか旬の役者使っただけで、さっき言ったようにこう怖さがないんですよね、うん、リリー・フランキーが殺人鬼とか言っても、うん、その辺難しいんですよ。あ、なるほど、うん、やっぱりあそう怖さがないっていうのがあるんですかね、うん、電電は怖さがあるけど、うん、リリー・フランキーとは怖さないっていうことですかね、うん、まあだから、映画としてはやっぱりそういう風に作らないと、はい、お客さん来ないわけじゃないですか、うん、はいはい、だからまあしょうがない選択肢ではあると思うんですけども、はい、だからこうジャニーズ系使ったりとかしないと劇場にお客さんが来ないわけですよね、はいはいはい、だから その辺がやっぱり興行のちょっとこう、うん、ジレンマっていうか、映画って興行なんで、はい、そうなってしまうっていうのはね、うん、でもまあ役者が一皮向けるためにはやっぱりね、あの猟奇殺人者の役をやるっていうのは一つありまして、うん、そうそう、そういう意味ではこの、うん、ちょっとごめんなさい、この、うん、これタトゥーアで僕絶対話したいんですけど、恋の罪ってこれ水野美紀のやつですよね、あそのシオンのね、はい、だからこれあれじゃ東電オイル、東電オイルはもうモデルにしてるけどね、うん、冷たい熱帯魚の取り終わってすぐ撮った作品ですよね。僕これ全然見たけど分かんなかったですね、うんうん、東電オイル事件僕取材したんですけど、はい、で東電オイルの行きつけの店も取材してるんですよね、うん、だけどちょっと監督そのシオンさんでしたっけ、うん、全然分かんなかったですけど、どうでしたでしょう、まあ、ちょっとね、きれいに作りすぎてるっていうか、ポエムにしすぎてる感じはあって、うん、あと、そのほら、東電オイルってやっぱりキャリアはあるけど、ブスっていうのはあるじゃないですか、あのまあ、ブスってダメか、BS っていうぐらい、BS なんだ、はいはい、BS でなぜっていうのがあるから、うん、だからまあ、そういう人を使わないとやっぱりダメな感じがね。うん、大久保佳代子とか使えばね、そうリアルやるんでしょうけど、客が来るかという問題でね。お金出す企業があるのかというね。佐々木さんだったら誰を起用するんですか、主人公。東電オイルの。はい。いや大久保佳代子ですか。辻元清美さんとかね、いいような気がする。いやまあいいんじゃないですか、リアリティやりすぎでね。はい、エリートですね。はい。まあ、そういうほら、素人っていうかね、うん、非俳優を使うっていうのは一つの手としてまあそうなんですよね、あるじゃないですか、文化人とかお笑いの人とかも含めてね、で結局その映像化するっていうのはまあ擬態権でもあるわけだから、うん、まあそのそういう意味では例えば政治家がその犯罪者を演じてみるとか、うん、そうそう小説家とかがその犯罪者を演じてみるっていうことには意味はあるよね、うんだから本当はそういうことをもっとやるべき、うん、だから最初も内田裕也さんとか映画に出始めた頃は、うん、あの内田裕也がって言ってインパクトあった、うん、犯罪者の役やるとね、ちょっと私生活でいろいろ賑わす犯罪者の役やっても全然もうね、うん、面白くなんともなくなってそうそうそう、まあほら、うん、このタトゥアリの時だって、あこれタトゥアリ、はい、宇崎竜道、まあ、宇崎竜道とか、まあ、これ良かったんだよな、ね、とか出た、そう、曽根真珠の2年後、2、3年後ぐらいでね、うん、でまあ、俳優はもうやってたけども、まあまあ、そういうのもやってみるっていう意味はあるわけじゃないですか、うん、だから、本当に東電オイル
っていうね、うん、これから女性が輝く時代ですから、うん、あの東電 OL っていうものを映像化しようとするときにやっぱり辻元さんとかも出てみる意味っていうのはあるような気がする。それもね、うん、どこで当たるか分かんないですからね、うん、まあ、あとね、誰が撮るかとか、ね、ね、お客さんが入るかとか、うん、まあ、いろいろな問題はあるにせよ ね、 ね、誰得の映画なのかという話になってくると辻元清美でここで燃えるでしょ。いや、まあ、民主党が思い出して ね、はい、あのやれば民主党すごいなっていう話になるかもしれない、まあ、うん、脱いだとかね、うんうん、蓮舫とは蓮舫はまあね、それはお客さん殺到するでしょう、うん、あの東電オイルやってたらやはり、うん、やらないでしょうけどね、やらないでしょうけどね。これタトゥー割りどうする、タトゥー割り僕これ僕あの好きなんですけど常に売ってないあのないんですよね。僕タトゥー割りはこれあの本当どうしようもないやつじゃないですか、うんうん、でもね、こう猟奇犯罪者じゃないから役者にしたらこう二の線を保ったままできる芝居なんですよ。だからこれは多分あの普通にジャニーズの香取君とかでも出てくれるような題材だと思うんですよね。はは、うん、あ、これ犯罪者の種類としたらざっと解説を皆さん分かんないために、これあの梅川五十年という、ね、うん、あのやつが三菱銀行北畑支店というところに大阪の、はい、立てこもって行員とか人質にしてこう耳を切り落としたりしたんですけども、で実は若松浩二もあの現代性犯罪暴行監禁という映画でこれをモチーフにしてるんですよ。なるほど、うん、東北の山村を舞台に農家に立てこもる犯人役は山谷初夫。あ、そうなんですか。やっぱりずんぐりむっくりの、むっくりの役者がやんなきゃいけないんですよ。韓国映画では絶対イケメンを使うけども、山谷初夫は一時期こうね、犯罪犯人役の売れっ子俳優でピンク映画のね、であのソドムの位置的な、うん、あの、うん、ピンク映画って一時すごいこう、うん、実力犯罪映画みたいなのをやったじゃないですか。あの向井監督もよくやってたし、でね、現在性犯罪暴行監禁という若松浩二の映画があって、その続編が現代性犯罪全員殺害、どこもピンク映画っぽさ女体っぽさないでしょ。全員殺害、タイトルからしてね素敵だったんですよね。あ、うん、これ、これ僕あのだからそのまだが、うん、子供の頃だったんですけど、タトゥー割りですよね。でこれあの宇崎竜童と関根恵子、ね、まあ、この時まだ関根恵子ですね、まあ、まあ高橋恵子、うん、この後高橋恵子になります、まあ、このきっかけでね、うん、これはだから本当にどうあのいろんなこの人ってあの広島県の大竹市出身っていうのがあって、うん、であの一回15歳で人殺してるんですよね、うん、あの犯人梅川秋美、うん、秋吉、うん、いろんな秋美って言われてたよね、説が2つあるんですよね、秋吉かと秋吉説もあるけど分かんないんですね。昭和の章に美しいで秋吉か秋美っていう2つ線があって、で15歳で人殺してきてこんなことやっちゃってるんですよね。そのどうしようもなさ、あとあの例えばだからこのバラカタン筋彫りかなんか入れてるんだけど、うん、色入れてないんで痛くて、うん、そのダサさとかが結構本当にインパクト、あの根性なしさはね、そ根性なしさあって、大山晴彦のを読んでよく読んでたとか、うん、そういうジューマニアみたいなのとかあってて、非常にあの印象残ってたんですが、やっぱり高橋晩明監督がやってたのを見て、うん、おおと思ってたんですよね。これでね、あの、あ、はい、あのワニ文章、うんうん、ワニ文章で内田裕也がその、うん、あ、そうそう、やってるんですよ、ね、あのこれソネ中世のね、ソネ中世のね、中世のねスーパーガンレディワニ文章ですよね。そうそうそう、うん、これ何ですか、これワニ文章をここに、え、あのあのご説明してして、ワニ文章はね、いや、これはあの篠原徹の原作の漫画で、そうそう、週刊プレイボーイにね、そうですね、あの、はい、連載してた、はい、僕らぐらい今、はい、50代から40代の人は確実にワニ文章ってね覚えてる、そうでしょうね、で横山由美という近鉄の妹との地に結婚したね、でね、ああ、早乙女愛ね、早乙女愛があのヌードになった時あったじゃないですか、あった、日活、ね、あとリリーズとかね、ああいうのが脱いだ頃に乗ってたのが、ずっと乗ってたのがワニ文章、ね、うん、そうそう、連載されてね、あの松坂慶子とかもね、あの、うん、ヌードを公開した時とかも、あ、その時期だったよね、はい、松坂慶子のヌードの後にこう開いてくるとワニ文章でこう服がビリビリに脱いでるところがあるっていう、脱いでるんですか、え、乳首出してるんですか、誰が、松坂慶子、松坂慶子乳首は出さなかったか、出さなかった、まあ、うん、隠してたような気がする、なんかあの映画の時にね、うん、配達されない、そうそう、何、うん、通の手紙、2通の手紙、2通の手紙ね、だから乳首出す出さないもんね、女優にとってはね、大きいとこなんですよ、ですよね、まあ後で言いたいけど、原田美枝子なんて17歳の頃からも
仕組み出しまくったでしょ。あ、そう言っちゃっていいですよ、無人。でもね、薬師丸ひろ子は探偵物語でさえ仕組み出せなかったでしょ。あれも女優でも何でもないって、当時、井筒和幸さんが、プレイガードジャーナルのエッセイで書いてましたね。うん、じゃあそう、うん、えどういうことですか、濡れ場のある映画で乳首を見せないなんて、もう女優でも何でもないと。あ、そうですか。うん、で薬師丸ひろ子が一度も乳首を見せないまま、まあ、結婚引退したでしょ、一時期。これやっぱり、まあ、あのニコ生前の時の藤木さんと出てたこのワニ文書、これは結構やっぱり皆さんにとっては、ね、重要な映画だったんですかね。いや、映画は別につまんないんだけど、映画は別にそんなあれなんですよね。じゃあこれは、はい、その、直後に映画になって、なるほど、映画化されて、日活ってあのあっという間に映画撮って公開しちゃうんです。その、なんですか、こうロマンポルノのプログラムピクチャーって番組が決まってる中で公開、はい、撮影から公開までが近いんですよ。あ、こういうあの ATG とかは、はい、あの撮り終わってからいろいろ配給関係を、ね、まあね、探らなきゃならないフットワークが遅い、だからできてからしばらく公開まで時間があったりする。でワニ文書はあの2本立て枠の対策だったと思うんですよ、はい、日活3本立てじゃないですか。これあの夏休みの一般作みたいな感じで公開してるんですね。そうそう、うん、でね、そのだから梅川の事件をまだこう、はいはい、なんていうの、その話題が冷めやらぬ時期に来る梅川の事件を映画化、さりげなく盛り込んでるという、そうそうそう、あのあ盛り込んでて、なるほど、まあ、あのでこっちのね、そのタトゥーアリの方は、はい、の中で起きた出来事って描いてないじゃないですか、はいはい、事件を起こすところで終わってるんですよね、うん、あの上川明美の過去の描写が延々こうカットバックしながら、はい、あの描いてるんですけれども、核心のとこは省略して最後お母さんからの説得の手紙のとこで挟まって終わるでしょう。でだけど、ワニ文書の方は前半全然関係ない刑事物で、うん、後半突然梅川事件になるんですね。はい、内田裕也とやっぱり風呂山里が登場してですね、うん、あので、あの銀行の中のことをやるんですね。こう袋を出したりとか、あもうじゃあまさにで、まあ、で、まあ、それがやっぱりその梅川事件 の、 その銀行の中でやったことを描いてるものっていうのは案外ないん で、はい、うん、でまあ、そういう意味ではちょっと社会問題化したんですね、少しね。あ、へー、あ、そうなんですか。批判されたりしたんですよ、はいはいはい、ところがその篠原徹って原作書いた漫画の人は、うん、はい、いやこれはあの原作通りに描いてるだけの話で、あの梅川はその後に起きたんだから、うん、いやそれは多分それが本当だと思うけど、ね、それ本当本当、うん、僕原作確認したんですよ、あのどっかネットのあれで、あ本当に買って、まあ、別にあの、うん、梅川の事件の、そうそうそう、あの、うん、ちなみにこれ DVD 買っていただくと、うん、あの中のあのリーフレットに解説書いてるの僕なんで、え、そうですか。そうそうそう、まあそれあの宣伝、まああの、はいはい、まあ、まあそこに書いてあって、まあ、そのために調べてるんですけども、でね、まあ、要は梅川事件より先にそういう銀行強盗が入って、うん、女子行員を脱がせてこう盾にしたりするっていうのを篠原徹は先に描いてるんですよね。あ、前にですか。そうそうそう、だからもしかすると梅川の方がモデルにしてるそのワニ文書を見て、当時すごいワニ文書って人気があったから、うん、ね、その、うん、梅川明美もその早乙女愛とかリリーズとか松坂慶子とかのヌードに連れて、まあ、そ、 れそうそう、インスパイアされたのかもしれない。そっちの方がだから大山春彦を読んでとかっていうよりも、うんうん、ワニ文章を見て、うん、俺も銀行強盗やりてえなと思って、うん、女子行為に乗らせてえなと思った可能性はあるかな。大山春彦はね、なるほど、ラーメン屋のテーブルの下置いてないからね、多分ワニ文章だと思うよね。、うん、あ、なるほど、その方が説得力があるというか、うん、まあ、そのぐらい昔はワニ文書って、ね、うん、読まれてた、読まれてた、うん、映画は面白くない、面白くなかったよね、うん、まあ、あの横山恵美の女刑事のね、うん、あの
ちょっとあのわいせつな自堕落な生活から始まるでしょ。そうそうそう、なんかトラックがバーンって焦点に突っ込むようなとこからこう始まるんです。確かそうそうそう、うん、あの何の脈絡もなく、そうそう、うん、あのみんなアクション映画を見ようと思って、ね、うん、こう映画見始めると、うん、あのお父さんと子供たちが一旦だんだんしてるところにトラックが突っ込む、食べてるシーンから始まるんですよ、ね。なんだこれと思ってると、そこに、自動車がドカーって突っ込んでくるんですね。これだ、でも脚本がちょっと未整理だなという感じしますよね。そうそうそう、うん、なんかあの、まあ、曽根中誠さんってこの間亡くなって、ね、うん、亡くなられましたね。まあ、本が出たじゃないですか、人は名のみのなんとやらってね、うん、あの分厚いインタビューと自伝の、ね、うん、ずっと九州の方にね、一時期あの逃げ隠れしてたんですよね、借金抱えてね。そう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 、それがね、デタラメばっかりだっていうんでですね、うん、あのシナリオ、月刊シナリオで佐伯俊道っていうね脚本家が、佐伯俊道、俊道ね、ずっと連載してるじゃないですか、はい、あれの中でいかにそのそこに書かれてるあの曽根中誠の、うん、自伝っていうのはデタラメかっていうのをすごい批判して書いてるんですよね。フィルムワーカーズっていうのを作った時に、うん、僕も曽根さんの映画の脚本を望月六郎っていう監督と一緒にこうちょっと書き始めた時期あったんですけど、うんうんうん、すぐあの潰れて高円寺に会社があったんですよ、うんうん、渡辺守さんと曽根中誠さんがフィルムワーカーズやってて、うん、で書かなかったのあれは。いや、もうこしゃったんですよね。ああ、よかったです。で、佐伯俊道は、うん、あの全然ギャラとかもらわなかったのが、もう完成校決定校まで書いたんですよ、多分。そう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 、うん、書いて全然ギャラもらえなかったりとか、日本映画はね、逆切れされて、うん、なんか本当にあるいはその佐伯俊道は俺の悪口言ってるから、うん、あいつを誰かに頼んで殺すとかね、うん、だからねフィルムワーカーズはそれ言うと、マジっすか、曽根中誠の方がよっぽど犯罪者、いや、あの第2の豊田商事事件が起こるぞとまで言われてましたから、当時は本当本当で、中山住みたい、うん、で、なんだっけ、あの週刊読書人っていうあの新聞があるじゃないですか、うん、まあ、左翼系 の、うん、あの書評誌があるんですけども、それで9月頃にね、その曽根中誠の自伝本をめぐる、こう何ですか、こういかに欺瞞に満ちてるかみたいなのを荒井晴彦とかが出てきて、こう座談会やってて、それすごい面白かった。荒井さんはだってもう恩人ですよ、うん、曽根中誠はね、そうそうそう、最初にね、新宿南町行くまで待って映画がしてくれた、うん、荒井さんはじゃあ曽根さんのことをどう言ってんの。いや、だからあの自伝は嘘ばっかりだって言ってますよね。だからその自伝の中で、うん、そう、新宿乱れ町行くまで待ってて、ね、うん、そのゴールデン街映画ですよね、ゴールデン街のことを描いてる、山口美和子主演の、それ内田裕也が出てくるんですけど、要所出てくるから ね、桃尻娘にも出てたからね、内田裕也がね、そう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 、あの2作目の方でしたっけ、そう、あの片桐優子と電車の中で立ち回りなかなかやるんですよ、なんで内田裕也なのっていうような出方だったよね。でね、内田裕也よく名前出てるね、の話、はい、ロマンポロに呼ばれてる、じゃない、荒井晴彦の話、荒井晴彦は、だからその中で、はい、その曽根中誠の自伝の中では、はい、あんまりひどかった、これ高田純と荒井晴彦の二人の名前が載ってるのかな、はい、ワニ文書は、うん、確かそう、高田純だけど、曽根中誠は脚本があまりにもひどかったんで、もうどうしようもなかったんだけども、ワニ文書に関してでしょ、うん、だけど荒井晴彦はこんなもんプロットも何にもない、適当にもう行き当たりばったりで作ってる映画なんだから、うん、最後の方はじゃあ梅川事件でもやるかっつって、うん、それでも変えたっていうふうに言ったから、やっぱり明らかに、まあ、その原作とも、ね、前後関係っていうのはあるにせよ、うん、その梅川事件というのはやっぱりモチーフにされてることはされてるんですね、うん、いや本当に衝撃的だったですよね。いまだにちょっと僕は、あとこの格好もほら、これ松誰だっけ、宇崎竜太だけど、まあ劇場は武田っていう名前になってますよね、うん、梅を竹に変えたね、あ梅変わりなくて、で武田昭雄になったと思いますよ、ね、で、このは、うん、その三菱銀行強盗事件が、うん、生中継、本当にもう衝撃だった、うん、事件ですよね、うん、そうね、浅間山荘以来の生中継ですよ、うん、覚えてますよ、突入するところがもう生だった、僕が、うん、ガキだったからちょっとしか覚えてないですけど、うん、で殺したじゃないですか、うん、殺す以外ないと思いますけど、うん、だからこれをタトゥアリを最後まで見て、うん、その後ワニ文書の後半30分ぐらいを、うん、
てみると、事件の内容がよく分かるという感じでね。これ2つは、タツオリ多分関根恵子ってやっぱ脱いでるんですか、この時って。脱いでますよね、確かね。濡れ場は確かあった、うん、あったあった。そう、高橋晩明監督、ちょっと忘れないうちにちょっと沢木さんは勝田清隆の事件とかも話したいんですけども、ちょっとその前にちょっといろいろこう、今はすごいトレンディーだけど、昔はこんな人やってたっていう意味で、ちょっといいですか、この例えばさっきまであったこの水谷豊のやつ、はい、青春の3、これをね、確かニコ生での時はね、藤井さん、ちょっと僕、ごめんなさい、時間の配分が出たから話してなかったと思うんですよね。これちょっと話しましたよ。ちょっとだけでしたっけ。だから、これ、水谷豊が、こうね、まあ、ちょっと。これも僕、日本映画で一番好きな映画ですよ。じゃあ、ぜひお願いします。はい。お願いします。これは、千葉県で起きた親殺しの事件で、はい。で、映画の中では水谷豊と原田美枝子が一緒にこうスナックを経営している役になったんですけども、はい、実際女の人はソープ嬢だったみたいなんですよね。それは長谷川和彦はコメントしてます、 DVD のデラックス版っていう、あれの DVD の中で。あ、事件の概要的に言うとそうなんですか。過保護な親でスパルタ教育で大学まで行きなさいっていう厳しい親がいて、はい、で女ができて、そのあんな女と別れると、巨乳の女と別れると、これ、まあ、中上賢治の邪因っていう小説なんですけども、原作は、実話を小説化したやつの映画化で、で何がいいかというと、やっぱりね、長谷川和彦は、その子、親切なんだよ、対象物にね、五代醐の音楽かなんか使って、こうアメリカンシネマみたいな風な語り口で、中上賢治の、不細工な中上賢治のね、もう枯れ木灘みたいな顔した、それもね、枯れ木灘、それをおしゃれにとって、はい、だからこれは本当にね、冷たい熱帯魚は結末分かると、ああ、もう一回見たらいいやになるけど、そうですね、何回も見ますとも、青春殺人者は。で、親殺しで、最後、はい、原田美枝子を捨てて、闇に消えていくって終わり方もいいんですよ。実力もんですよね。そう、これも。で、殺した血のりの量が多いからテレビ放映されないわけですけども、内田良平扮する親父役の、これはもうね、みんなに見てほしいですよね。これ内田良平の演技はもう必見ですよね、延々したい役でひどいことをされるっていう ね、洗剤かぶせられたりとかね、洗剤、殺した後に、この水谷豊が、はい、どうしようってもうパニックになるんですね。そう。粉石鹸をね、内田で血が流れてるから、とりあえず石鹸で洗おうみたいなのをやったりとか、あといろんなことをするんで、風呂場にこうずる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 引っ張ってったりとかするんですけども、内田良平は下の役だからピクリとも動けないっていうね。で市原悦子扮するお母さんも結局殺しちゃうんですけども、あの辺のプロセスはね、僕聞き迫るもあるんですよ。近親相関も匂わせてて、誰と誰が、市原悦子と、だからその三谷とか、まあやっぱりマザコンの話なんですね、基本的にはね。そうこれ実際何年に起きた事件、僕ごめんなさい勉強不足ですけど、すみません、映画は1977年なんですけども、まあそれのかなり前だと思いますよ。そうなんです、千葉県の、親殺し、でこれはちょうど成田空港の作る時のサンリズカの時代とうまく絡めて、ちょっとアレンジしてあるんですけども、設定をね、やっぱ風景がすごいいいですよね。荒涼とした感じのね、テキサス州のようなちょっと匂いもしてね、本当に。これとかね、あと、さっきのこの人妻集団暴行致死事件とかって、もうやっぱり何ですか、こう列島改造論とかの後で、バンバンその郊外の宅地造成がされてる時期なんで、それをちょっとオーバーラップさせるんですね。なるほど。ラップ感がこう出てきたりとか。その農地が全部こう崩されて、はい、そこに何かをこう建ててるとかっていうのがね、それがまあ一つの何ていうんですか、その犯行の心象風景の背景みたいなものとしてこうオーバーラップして、この年の日本映画だなというあれで、モンタージュみたいな形で描くんですけれども、昭和のだからそのあれですか、田中角栄の日本海、もうその田中角栄はもうね辞めた後なんですけれども、結局そういう
開発で、うん、そのなんていうんですか、あの、うん、日本のその自然だったところが全部壊されて、うん、こうビルとか道路になるとかっていうようなものが一番激しかった時代ですよね。なるほどね。これだからその水谷さんの関連でいうとこの、まあ、これもね、ニコ生で藤木さんが言っていただく、うん、この方、あの石原、はい、今はもう、ね、お天気お兄さん、これはね、結構やってもね、これ、シージャックの話ですよね、いやその瀬戸内シージャック事件ですかな、はい、これ、ちょっと解説お願い、これはけど、もうね、あんまりも面白くないんで、あんまりちょっと面白くない、でもなんかこう、精悍な顔してますよね、いや、本当にそうですよね、瀬戸内シージャック事件だから、犯人殺されちゃうんですよね、うん。そうそうそう、前のね、あのニコ生でも同じ喋りましたけど、はい、岡山和義さんの、あのプロデュース第一作なんですよ、はい、これを撮った時にやっぱりいろいろ大変なことがあったので、そうそう、それぜひまだ会場の方は分かんないと思います。いや、岡山和義さんってね、はいはい、プロデューサーのね、プロデューサーの、まあ、うなぎで、ね、カンヌ映画祭、あ、まあ、あれが一番ビッグネームの作品ですけども、はい、あとなんだっけ、犬のマリリンに会いたいか、野沢久志脚本のね、そうそうそう、もう大ヒットを飛ばした方ですけども、あんな犬がね、やりたいために泳ぐかというような話ですよね。まあ、その人が、まあ、映画 の、 その制作を志して、うん、まあ、お父さんが松竹の大重役なんで、ね、奥山優さんというですね、ユニバーサルフィルムっていう、松竹も洋品とかやってたんですね、はい、やってましたね、洋ピンクをやってて、まあ、統括もやってるぐらいですからね、そうそうそう、日本のピンク、統括ってもピンク映画ね、ピンク映画ね、で、まあ、そのユニバーサルフィルムっていうのを作って、松竹なのにそのエロ映画でものすごい利益を出して、まあ、ね、まあ、重役だった、まあ、ね、うん、洋画系とかいろいろ、そうですね、営業系の大重役だった人なんですけども、はい、まあ、うん、まあ、奥山さんもその大学出て、映画作りたいなって、最初にアミューズに話を持っていくんですよ。ほうほうほう、アミューズに企画を持ってて、なかったんですね、なるほど、いくら奥山の息子だと言っても、はいはい、そんな映画は簡単には作らせんみたいな感じがあったし、まあ、撮影所もあるからちょっとやっぱり作れなかったんです、はい、っていうかやっぱシージャックがダメだったんでしょ、題材的に。いや、シージャックよりも、うん、単純に奥山さんに作らせたくなかった、うん、まあ、だったらもっと前下積みやれと、まあ、あとその中 の、 そのジムの方をやれみたいな話だったでしょ、それは社長の息子がいきなりね、うん、とにかく現場で汗を流すから、うん、手を汚しなさいというところからやらなきゃいけないということですよね、うん、でね、奥山さんはそれが嫌で、うん、アミューズに話を持ってって、うんうん、はい、最初桑田佳祐主演で撮ろうと思ってたの、これを、え、そうそうそう、シージャックを、そうそうそう、こう、マジですか、そうそうそう、うん、まあ、それ分かる、なんかそれだからすごい非常に新しい映画になるの、まあ、そうですね、ちょうど桑田佳祐も出たばっかりで、まあ、まあ、知名度がそんなにすごくあったわけじゃないから、はいはい、アミューズもノリノリでやろうって話になったらしいですね、はいはいはい、ところがそれが決まったって聞くや、松竹の方はそんなその御曹司に他で作られたらやっぱり会社としてのメンツが立たないって言って、そういうことあったんだ、それでもう一回松竹の方に戻して、うん、はいはい、でそれでもう当然桑田は使えなくなっちゃうんで、うん、でこの石原良純を探してきて、これでデビューさせたという。だけどなんで石原良純だったんですかね。やっぱりネームバリューとかじゃないですか。うん、これ結局配給はどこだったの。配給はね、松竹の松竹富士とか松竹の洋画系と、洋画系か、うん、で、まあ、予算も削られて、うん、要するに瀬戸内の方にロケに行けないんで、設定は熱海になって、うん、これ監督誰ですか。村川徹だ、うん、じゃあ宣言製造が撮影なのね。宣言製造かどうか分かんないんですよね、撮影は、ね、これはけどね、ね、面白くなかったですね。福田博さんで、原作はね、福田博さんという方なんですけど、この人は梅川の、なんですか、銀行の中で、はい、起きた事件を
書いてる野獣のタトゥーっていう、なんだっけ、文庫本になった時題名変わったんですけれども、それを書いてるこういう犯罪ノンフィクションの一時こうすごいいいものを書いてた人ですね。こういうのむしろ ATG とかであのちっちゃい人間ドラマにした方がねそうね、役者も生きるし、まあ、それに近い内容ですよ、あの小さい、いや、まあ、この頃あの新藤兼人の考察って映画があったんですよ。 あれは磯辺勉というね、はい、役者その後そんなパッとしなかったけども、はい、あれはけどねリアリティのある ATG 近代映画協会、まあ、それとかねこの大島なぎさんのね公式系みたいなね、あこれは、はい、こういう、これさっきリクエストの、はい、これちょっと解説しよう、見たことないですよ。これはね1958年に小松川事件といいまして、あ、はい、東京 とかで、あの朝鮮人の男の子が、はい、あの好きな女子高生を誘って、で、まあ、剣もほろりに扱われたんでしょう、殺しちゃって痴漢をしたという話で、で映画は、で映画家のこのフックが素晴らしいんですよ。首吊りで公式になるでしょ。でも、はい、この朝鮮人の R というふうに R だっけ、うん、呼ばれてたその犯人が死ななかったと。しかも脈があるままショックで記憶喪失になると。で脈が停止せずに記憶失うと執行できないんですよ。で周りの検視官とか、まあ、あの死刑に携わるスタッフとか警官とかがこう思い出してるんですよ。お前こうやって殺しただろう、犯しただろうって言って、ちょっとこうスラップスティックな展開になって、不条理映画、不条理映画って、大島監督っぽいっすかね、でもねこの予告編見ると大島渚一人で喋ってる予告編があるんですけどYouTube でこれ全然あの遊びもないあれで小松川事件を映画にしたんですね。そうなんですよ、まあでもこれはだから事件そのものよりも事件の後、そう、後の、そうなんですね、どっちかっていうとだから死刑制度を大島渚は怒ったわけですよ、日本人にはね、反対ですからね、うん、そこから始まってる捜索物で、在日問題とか死刑問題とかの、はい、その法的ななんていうんですか、こうジレンマっていうかね、おかしい部分を、うん、あの誇張して描いたっていう、うん、その小松川事件を起こしたんですね。そうだこの頃とかもそうか、長屋に乗るところもそうなんですけど、うん、あの自分 の時代が良くないっていう風潮があったと思うんですよね、この時代とかって、ね、うん、貧乏が良くない、まあ、70年代型のあれですよね、うん、そう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 、うん、これもその事件の一つ、うん、残念一世か二世だと思うんですよね、この人ってね、R さんっていうのはね、うん、うんうん、ね、あの李さんですよね、李さん、李さん、そう、これちょっと気になるんですけど、これ何ですかね、このジャケ写がすごい気になるんですよね、これは、あ、これだから、戦後猟奇犯罪史って言って、あの牧口雄二さんっていう、まあ、あの京都でね、はい、東映京都の人ですよね、そうそうそう、時代劇とか、これオムニバスですね、はい、ね、これなんだっけな、まあ、大久保清がいますね、うん、川谷拓三が大久保清やってた、うん、あ、玉割りに雪とか撮ってた人ですよね、そうそうそう、ね、うん、あとね、あ、これそうですね、日本核事件ですね、うん、あの小林孝、小林孝ですね、孝、孝、うん、そう、いろいろそう、ね、あと勝見茂のあれですね、うん、殺人事件を、オムニバスにしてるんですけども、すごいですね、そうなんだ、これはね、見てない、あの、いや、見るといきなりあのウィークエンダーが始まるんですよ、うん、これ泉ピン子が映ってますけども、あのパッケージ映ってる、ね、あのウィークエンダーを演じるんですね、うん、これでウィークエンダーからその映画に入るっていうね、まあ、非常にこう時代を象徴してるような映画ですね、まあ、壊し買う、こうっても言ったんですけど、まあ、日本初の女性死刑囚なんですよね。ああ、そうみたいね。日本閣で、あの栃木だっかな、うん、あの日本閣っていうホテルでその毒殺事件やった人なんですけど、栃木県、栃木県ですかね、吉永小百合が天国のもんだったっけ、演じてますけどね、で私、きれいみたいな感じでこう、化粧した人ですよね。本当だ、主演泉ピン子なんですか、これ。いやいや、主演じゃないです。主演ってこれ、まあ、だから一番あの泉ピン子って、これ DVD の時には泉ピン子主演って書けば売れるから書いてるだけの話で、だから泉ピン子はウィークエンダーをやってるだけなんですよ。ああ、そうなんですか、うん、
ちょっと気になりました、うん、ジャガシャリュウと、はい、泉ピンクもね、なんかやっぱり犯罪映画やってほしいですよね。まああのね、あの あれだ天ヶ崎、まあ6席にはね、あの坂本潤二が藤山直美で顔を取ったようにね、こうリアリティのあるキャスティングということですよね。天ヶ崎事件、そういうのが入るでしょうね、うん、例えばだから、まあ、そういう話もしたかったんですけど、例えばほら秋田のほら、畠山鈴香、そう、あれ誰ですかね、うん、主演畠山鈴香はだってまあそこそこ美人だから、そう色っぽいから、畠山鈴香と林真須美でこう極端に分かれるじゃないですか、あのキャスティングの傾向で、ね、林真須美はああそうかそうですね、はいはい、畠山鈴香はちょっとね、まあいい感じの、畠山鈴香は、まあね、うん、別にあの、うん、誰でもね、あの工藤静香とかああいうのがやればいいんじゃないですか。あっちは本当の毒婦って感じでしょ、畠山鈴香。畠山鈴は本当の毒を持ってただけのおばはんですからね、本当に。その辺やっぱりあのリアリティで。林真須美はまだまだあの確定してないですから。まあまあそうなんですけどね。うん、本人否定してるしね。そうですね。うん、だから、どんだっけ、ソドムのリンゴとかで、寺島しのぶが多分あれ、木島かなえのことやってんのかな。あの映画、DVD も出ましたよね。あ、はい、見てないです。多分木島かなえですよ、あれ。早いなと思ったんですよね、はい、今あのほら、なんか時代劇のボンクラとか見てるとあの、うん、松坂慶子が出てるんですけど、松坂慶子ももう結構太っておばちゃん体型になってる、人が向けたよね、そうそうそう、うん、だから林真須美を演じるんだったら松坂慶子が、うん、あのもう若志が稲田通り越してボラになったぐらい変わってますよね、もういい時期にもう別の人になってきますよね、はい、確かに、ね、松坂慶子ってあの、うん、ちょっと昔もっと色っぽかったんですけど、まあ、ちょっと前には僕はあの AKB のライブ行った時にあの人も来てたんですけど、うん、もう顔はあの体が本当に今あのあもうぽっちゃりして、もう、うん、ガンダムみたいな感じですよ、おがっちりしちゃってて あれと思って、ちょっといいかもしれませんね、うん、あそうですね、もう一花咲かせられる可能性ありますよね。いや全然あると思いますもん。だこあれあと5時と持つまだな、うん、これはまあいいんですけど、この内田裕也の話でこのこれずっと気になってるんですけど、このこれですね、内田裕也についてコミック雑誌なんかいらない、はいはいはい、あこれ結構もう、うん、話題になったんですよね、1900、いやだからこれは別にその自走力犯罪映画じゃなくて犯罪の現場に行ってたりとか、うん、あと三浦和義にインタビューしたりとか、あとあれか、ビートたけしがあの、そうなんですよ、フライデー、豊田商事、豊田商事とか、うん、あとね、そう、ビートたけしの、うん、これ結構だから、意外とその社会問題になった映画ではあったと思うんですよね、うんうん、これね、滝田洋次郎監督の一般映画の第一作目で、これの初号使者に滝田監督呼ばれて僕行ったんですけども、そんな内田裕也さんとか酒飲んで、はい、お前オリジナル書けよと、新井春子みたいに原作もんばっかりやるバカになんなよって俺言われた記憶覚えてます、はっきり言って、うちは言うように、そうそうそう、お前新井みたいに楽しいですよね、そうそう、そうなんですよ。これご覧になりました？うん、見ました見ました。うーん、これね、御巣鷹山が出て、御巣鷹山で実際撮ってるんですよ。でまだ、遺体の捜索とかしてる途中に行ってるんですね。で最初見たときは結構ね、こう遺体のとかが部分的に映るんですけども、はい、カットされたりしてるんですね。なるほど。これはね、滝田監督が相当内田裕也さんに振り回されたんですよ。へえ、どういうふうにですか。いや、だからもう、だからあれやろうぜって、うんうん、おにゃんこクラブのスタジオとかも撮影しに行ったら、おにゃんこのインタビューシーンはちゃんと入ってるんですけども、ああ、まあ、むちゃくちゃな映画なんですけども、あと、山口百恵の結婚式のとこに突入しようとするんですよ、うん、入れないんですけども。でこのきなめりっていう名前の主人公の芸能レポーターは、まあ、モデルがいるんですよね、梨本さん、ね、恐縮ですっていうのを言って、そんなに安っぽい、俗っぽいんですよ。牛田優也の妙な俗っぽさがその辺出てね、うん、うん、じゃあ松田聖子か、松田聖子の結婚式、あそうですよ、もうあれじゃない、実的にも、あ松田聖子の結婚式に行こうとして、なんかそれは入れなかったりとか、あと、まあ、三浦和義にはちゃんとインタビューしてるんですよね。そうそうそう、あなた無実ですか有実ですか、うん、有実という言い方を初めて聞きますよ、その時僕はね。そうですね、
うん、で作る出版でも結構ね、取り上げたら 月刊作るかなんかでもここに、はいはい、結構やる。最近ホットな月刊作るですね。そう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 、はい、これはやっぱり今見ても面白いよね。多分今見ても面白いと思う。ちゃんと面白いですよ。ああ、そこ。その辺滝田洋二のバランス感覚だと思うんですよ。そう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 。そうそうそう。ちなみに作る出版で書いたことありますか？ありますよ、昔。あ、そう、原稿料の問題。そう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 。僕のギャラ。ないです。僕は図書券をもらいますよ。本当ですか、ノーベル、まあ、別に分かってたんですけど、鈴木義明さんというライターに紹介されて、はい、まあ、しょうがないですよね、うん、そこね、うん、そっか、うん、この辺りから結構ね、内田さん、ゆうやさんがその、あと坂口安吾のね、フレンド殺人事件ね、あれも良かったんです、僕、曽根中世のね、曽根中世ばっかり、曽根中世と内田がやたら今回出てきますよね、フレンド良かったですよね。あれもね、何度も制作ピンチに陥って、見たですね、あれは新井春彦の、まあ、一般映画デビュー作だっけ、形としてはですか、うん、高田純さんとかも脚本に絡んだと思うんですけど、すごい良かったと思う。だから、ゆうやさんってね、なんか犯罪してそうな気がするけども、ね、一番、ね、クリーンで、曽根中世とかの方が真っ黒っていうのが、いや、本当、本当。うん、だから清水源太郎がいくら VC のチンピラ演じても私生活やってる罪よりの方が重いっていうね、そうそうそう、皮肉な ありますよね。清水源太郎も大学時代人を引き殺してますから、えさっき言ったように梅川が昔人を殺してるって言ったように、はい、あ、そうなんですか、うん、清水源太郎は九州の大学生時代に交通事故で人を亡くして、それ月刊明星で漫画清水源太郎で僕はちゃんと償って遺族の人に励まされて、はい、これから生きていくって言ってこう失恋レストランのこうギターを持つ絵で終わってるんですけども、マジですか、マジマジマジ、月刊明星で漫画化されてますよ。え、本当ですか。そういう中世もなんか、ね、まあ、その中世が知ってるでしょ、清水源太郎の交通事故の話、うん、そういう中世もだから人身事故でなんか亡くしてるらしい。それは知らないな。僕は本当週刊読書人でこの間読んだんですけども、中世も人身事故、新井春彦 の発言として読んだんですけれども、うん、でその事故があったんで、うん、まあ、その中世ってほら芸名じゃないですか、うん、ペンネームというか、うん、だからそれがあったんで名前を変えたみたいなことをその新井さんは、曽根忠義っていうんだと思う、本当ね、だから映画ってね、意外とその、うん、映画で犯罪を描いているよりももっと裏側の、うん、作ってる人たちの方にも犯罪的なこうやっぱりドラマとかが、まあ、ありますよね、ありますよね。佐々木さんの勝田清徳のなんだっけ、連続23人観察マンってどうだっけ、ないですかね、いや、あると思います、ありましたよ、うん、手前こっち、あ、これ実は佐々木さんのこれね、いや懐かしいですね、あ、こんなバケンのパッケージ、はい、これも大島渚の公式形をちょっとヒントにしてるんですよ。これちょっと前半部分もうちょっといや、ね、休憩時間に入る前にちょっとぜひ、はい、あ、本当にこれちょっとあれですよ、テレビに出たら したんですよね、勝田清太が殺人事件の後に朝日放送のクイズ番組に出てるんですよね。そう、あの映像も流れましたよね、夫婦で、ね、びっくりだわ、この人いくつ何殺してるんですかこの人っていうぐらいですよね。まあ立件されたのが8人ぐらいなんですけど、うん、はい、だからまあその23人観察魔って言ってるけども、うん、まあ22人ぐらいその、うん、やったんじゃないかというようなことを言われてるけども、本人はその後それを否定して、まあ22人って書かれるのは侵害であるみたいな。でこの人は、まあ、女ばっかり殺してるんじゃなくて、うん、サービスエリアの料金所の係員とかも養老だっけな、岐阜県の殺したりしてて、ざっとでいいんで皆さんにちょっとこの事件のご説明とか、勝田清高といって、まあ確定、まあ勝田事件はね、後ろ持って、あ、すいません、ありがとうございます。読んでいくと、1972年9月13日に、うん、京都市山科区でホステスを強姦、絞殺、現金1000円を奪う。1000円か、うん、で、そのホステスのアパートで窃盗目的で侵入したんですけども、目を覚ましたそのホステスに気づかれたんで、うん、口封じのために
強姦と、で事後彼女が警察に通報するって言われ殺害に及ぶというですね、うん、続いて1975年7月6日に、大阪府吹田市で、クラブのママを絞殺して現金10万円奪う、あと1976年3月5日、名古屋市中区でホステスを絞殺、愛知県長久手市、長久手町、長久手町ですよ ね, すよね、うん、の休耕地に死体を遺棄、ね、現金12万円を奪う、うん、1977年6月30日、名古屋市南区で、麻雀荘店員を絞殺、現金4万円を奪う。あ、そう、麻雀店員絞殺したのが一番なんかね。これでも、さきさん脚本書いた連続23に観察もあって、うん、最後の方でこういう、そういうのをなんかナレーションでやってくる、うん。あれだから、飯島大輔さんがこうナレーションで、うん、あのニュースキャスターのように、NHK のドキュメンタリー調で喋って、うん、あれも微妙にこう事実かフィクションかっていうのをアレンジしてるんですけども、で、まあ、1977年8月12日、うん、名古屋市昭和区で美容師を絞殺し45万円相当の指輪を奪う、うん、1977年12月13日神戸市中央区で老勤職員をに散弾銃を発射し瀕死の重傷を負わせ現金約410万円を強奪、1980年2月15日名古屋市瑞穂区で新勤職員を散弾銃で脅かしコミットなどを奪うと、1980年7月30日名古屋市名東区でスーパーを襲い店長を射殺約580万円を強奪、1980年11月8日大阪市で、車上狙いの現行犯で逮捕され窃盗罪で懲役10ヶ月執行猶予3年の判決を受けるって、まあ、この時はこれだけだったんですよね、執行猶予、執行猶予ですからね、はい、でその後に、1982年に、名古屋市の千草区で警察官を襲撃でして、うん、その拳銃を奪ってですね、でその後その静岡県浜松市のスーパーで拳銃で店長を脅迫するけど、はい、これ失敗で、1982年10月31日同じ日ですね、滋賀県草津市の路上で、同乗させてもらった車の溶接工を射殺して現金4万円を盗むと、うん、で、まだやっててですね、その次の日の1982年11月1日に、岐阜県、養老郡ガソリンスタンドを襲うが失敗して1人に重傷、うん、で1982年11月28日山科区のスーパーに侵入、拳銃で脅かして現金150万円を奪う。で、1983年1月31日、名古屋市昭和区の第一関銀駐車場で客を拳銃で脅かし脅迫したが取り押さえられ逮捕と。でこの時ようやく捕まったんですね、うん、これだからあの113号事件、うん、はい、これで捕まったんですけども、はい、まあ、この一連のその82年10月の事件、広域重要事件113号指定っていうね、はい、そのあれで捕まったんですけども、うん、取り調べの途中でその前の、うん、要するに、この前の何人、7、8人のこれをこう自供するんですね、うん、ワイドショー最盛期って出てるんですけどコメントで、多分ワイドショーたんですかね、この頃はだから、まあ、そのさっきのこの連続23人観察マンもそうです、あともう一つその渡辺守さんっていうですね、うん、人が撮って、まあ、これ冷血というこれはあのまだそのさっきの曽根中世さんがですね、はい、亡くなった、うん、あの家中の曽根中世さんが制作してる映画なんですけども、ね、この辺はもうあの裁判も何も行われてない、逮捕された直後からも作り始めてますからね、だからもうほとんどその容疑の段階であの作り始めてるんで、まあまあ今だとちょっとやっぱりこれでもし冤罪とかだったらどうすんだよ、まあね、フィクションと前持って目打ってやるしかないですよね、実際と関係ないですよね、先生訴えられますよ本当に、いやいやいや脚本けど、まあ、あれもフィクションだから、脚本どっち、こっち、これですね、こっち、佐々木さんはこっちですね、連続23人観察マン、ああ、そうか、こっちか、うん、これは末次慎三郎さんという役者がやってて、これ、脚本どう、なんか、心苦しいとか、
いや別にもうフィクションだからと、まあ、あそかモチーフにしただけで、まあそうですけど、うんうん、いやでも大谷文庫3回ぐらい行きました行きました、うん、だって勝田清隆って別にあの大久保清志と違って、うん、女が好きでやってるわけじゃなくて男も殺してるでしょ、うん、もう殺人が好きなんですよだからああ、うん、だからちょっと違うんですね、うん、息絶えた瞬間に射精してると思いますよ、うん、いい、うん、相手がねおっさんであろうと女であろうと殺してるわけでしょまあね、うん、当時はそういう風なキャラに思われてたんですね、うんうんで盗んだ金もせいぜい1000円から10万ぐらいで金目当てでもないわけじゃないですかでそこまでリスクあるのに殺してるでしょ、うん、やっぱり殺すのが好きなわけでしょ殺した後に、うん、その女性ねある被害者は、うん、殺された後に、うん、アナルファックをされて、うん、でその後そのデリケートゾーンにススキをこう差し込まれてしたっていうね、うん、そういうようなことがあってそれはね、うん、佐木さんの映画の中にもね、うん、であれは取調べ室で末次慎三郎が飯島大輔さんという役者がの刑事にを煽るんですよいや女性器のデリケートゾーンのあそこはねすごくピンク色で綺麗でねって言ったらその刑事の妄想で被害者の女がこう取り調べ室にいてえここをこう開いたのかみたいに、うんまあ、なんかデリケートゾーンって言ってないですけどね、うん、あれは、ね、中村議員さんが発明したおまんくって言ってるんですよあくんって言ってるんですね、うん、おまんくって言うと OK なんですよ、はいはいはい、で中村議員さんはウィークエンドシャッフルっていう一般映画を撮った後文化放送のラジオ番組に出て僕はピンク映画の時にねおまんくって言うんだよって言う時いきなりこって言っちゃったんですよそれ文化放送の上の人が始末書だったらしいおまんくって言うつもりで曲に行ったけども普段現場で言ってる癖でこって言っちゃったんですねでこう飯島大輔ふんずる刑事がおまんくって内臓なんだなっていうようなセリフがあってああ、まあ、だから、はい、犯罪映画を撮る人ってみんなそんな人ばっかりっていうそんな人ばっかりだっていうことなんですよね、はいいやこれ22多分なんかね獄中で結婚しませんでしたっけ勝田清隆って結婚してたから夫婦で、うん、ねクイズ番組出てる、うん、そう番組そうなんだっけな関西の番組だったかな出てると思うんですかね、うん、ね大阪の朝日放送だったんですか、ね、今でも検索するとネットで検索すると、うん、その、うん、あ動画が出てくるとそういやそれ出演した時の写真とか出てきますよね、うん、あれすごいわうん、それがまたね、末次慎三郎そっくり、うんうん、ちょっと安男で古いタイプの演歌歌手みたいな2枚目なんですよね、うんうんうん、だから大久保清とちょっと別 の, その犯罪動機なわけですかね、うんうんうん、ねスナックのお姉ちゃんが好きそうな感じだったと思ったら、いやもう見境なし、まあ、いろいろね勝田の場合は、うん、後に、まあ、いろいろこう獄中から所管、うんをこう送ってるのを、うん、本人したりその、はいまあ、手記みたいなものを書いたりするんですけども、はいはいはいまあ、それによると、うん、要は自分はその金を使うのが趣味で、うん、もうどうしようもないんで、うん、強盗をやったと、うん、強盗をやって発見されると、うん、警察に通報するとかなんかいろいろ言うので、はいそれが困ると焦ってパニックになって殺しちゃったみたいなことは言ってるんですよね。ただまあそれもやっぱりこうややこう虚言というか、まあ、そういうふうに常に何かを取り繕ってるっていうような、いやそうですよね、雰囲気もなんかなきにしもあらずではあるんですけれども、僕も、まあ、後悔はしてて、うん、なんか反省はしてるんですね、うん、もうね、そうとは言ってるん、執行はされちゃったからもう、そう前ならないんですけれども、そうそうね、後援者みたいな人いましたもんね、だからね、うんうん、ちょっと、一旦休憩挟んで、10分の休憩挟んで、そのビンゴゲームをやるっていう、ああ、もうビンゴ、だから5時までだから、した方がいいと思うんですけど。ですよね、上、違う？もう早い？ですよね、実はその、今日はその、藤木さんと沢木さんで、お宝を、いやお宝じゃないですよ、まあ、僕も持ってきましたけど、あそうですまあ、今回話は全く関係ないものを持ってきましたけど、で、なんか今日来た方に特典で、まあ、それを得てからまたお話しますけど、まだいっぱいここにすごいヒーロー賞とかもあるし、あとなんだっけな、あと夕暮れ族とかね、そういうとか、あとね、僕も気になるのがいっぱいあるんです、だから三億円事件じゃないわ、あれグリモル事件もあるし、ね、グリモル事件もあるし、そうなんですよね、
あ、そう、モスキートもあるし、ね、グリモリの、ね、グリモリもあったんだよな、どっかに。ちょっとその前に一旦そのちょっと皆さんもお通りテーマが必要だと思いますん で, で一旦休憩あどこ行っちゃったでしたいと思うんですよね。で、お宝がありましてですね、それはなんかビンゴ的にやりたいらしいね。うん、ちょっとじゃ あ, ビンゴのあの全然です、全然です、 OK です。ビンゴの用意していただくと嬉しいですよね。10分、はい。でも藤井さん、はい、あのなんかお宝を、はい、ああ向こうから、ああそうですね、はい、あ、じゃあ休憩明けに持ってくればいいんですね。あ、休憩明けですか今。うん、まあ、今じゃあ一旦休憩して、休憩明けに持って集合します。じゃあ一旦休憩して、休憩明けからビンゴですかね。はい、わかりました、はい、じゃあ一旦休憩です、すみません、はい、後ほどでよろしくお願いします。またじゃあよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。ということで、ちょっとビンゴをやる。あ、ビンゴありますね。どうすればいいんでしたっけ。はい。もう皆さん、お手元にカードは回してるんですか。はい。あ、そうですか。じゃあ、はい。僕も藤木さんも、じゃあ、こっちでいい。あ、でも、あ、入ってる、入ってます。すいません。はい。じゃあ、ちょっとお宝を紹介していただいても。はい。いや、でも福袋になってるんですよ。すごい。いやいや、お楽しみです。豪華。僕は当たった時に。ああ、そうですね。僕だけしかないです。福袋で僕だけです。久田さんだって忘れてらっしゃいましたよね。うん、でも大丈夫、覚えてます。開始1時間前の電話で、はい、って。いや、でも覚えてます。ああ、やっべーって言ってましたよね。だから一応持ってきました、ちゃんと。あ、僕だけは、あるって、お二人は福袋になってますけど、僕の場合は、そのゼロハリバートンのですね、ミニアタッシュケースで、このモデルはもう出てないですね。で、一応、中にサーフェイスが入ってるわけじゃないですか。サーフェイス。あ、入ってない。サーフェイス長い。入ってないですね。まあ一応鍵も入ってますんで、こう、ただ、なんていうのかな、本当に、で、なんかこう、外出用しかないですね。財布と、まあ女性も、女性だったらこう化粧品用し用化粧品か、化粧品、僕はだいたい財布と外出するときはこれ、これはもう本当にもう全然海に入れても全然あれなんで、でお二方はちょっと内緒、福袋だから内緒ですけど、僕だけちょっと福袋なかったんですけどね。ハードル高いです福袋。そうそうそう、これいいものじゃない。まあ、いや、まあ、これちょっとでも傷がついてるんでちょっとごめんなさい。じゃあまあ、はい、やりましょうか。やりましょうか。公開した、はいはい、いや公開した方がいいですか。まあ、しますか。こう、あ、まあ上げるときに公開してもいいですし、上げるときにじゃあ公開。ちゃんとあの福袋。いやいやなんかで、いや結構福袋っていう袋に入ってますね。全然お宝、全然お宝です。絶対すごいお宝。がっかり感が。どうやってやるんだろうこれ。全然お宝ですよ。ああできる。やります。ビンゴ始めます。勝手に。はい。皆さんお手元のビンゴの用紙はよろしいですか。はい、50番。皆さん、開けてくださいね、50番。これ、どんどんやっていかないと、あれなんで、これ、すごい時間かかりますね。なんかね、こう面白いことをその間にも言わないと、そうか、なんかじゃあ、50にちなんだ話とかにします。難しいですか。じゃあ、50歳になったときどうでしたみたいな感じですかね。ああ、いいですね、50歳に、はい。僕、40代なんで、はい。あ、50歳の。目標。50歳の目標。生活の安定ですかね。結婚とかじゃないですか。まあ、考えないことが一番いいですよね。今やってることは当たり前だと思えば悩む必要もないしね。それが秘訣ですよね。なるほど、うん、じゃあ次29が出たんで29歳のなんか29 すごい無理やり肉肉か、肉食いたくなる。肉棒の具合はどうですか。ああ、いい話ですね。肉棒の具合は全然大丈夫なんですよ、まだ。え、マジですか。朝立ちとかする。朝立ち、たまにね。たまにはするでしょ。ああ、まあそうね。刺身とか食った、ね、次の朝とかはね。刺身ですか。刺身で朝立ちするの。刺身朝立ちしますよ。
それは聞いたことないね。久さんはでも毎晩はいけないって言ってましたよね。うん、無理でしょう、それはね。だって3人のうち既婚者、あ、1回結婚経験者僕だけですよ、だから。あ、そうなんですか。あ、そうですね、未婚です。そう、だから先輩もバツないんですか。先輩たち未婚です。でもこれ50過ぎるともうあんまりセックスにも執着なくなるし、あ、結婚とかそういうね、あの対面も気にしなくなるから 楽ですよ。あ、そうですか。まあ、自分だけのこと考えてればもう子供もいないし、自分だけのこと考えてればいいから。なるほど。全然楽ですよ。うん、逆にビンゴがストップしてるじゃないですか。あ、ビンゴどんどんやってくださいよ。53番、はい、53、はい、次45番。あの、分かってると思いますけども、あの1個前になったら リーチってね、リーチをでっかい手を上げてリーチと、なるべく元気、リーチと哀愁を感じた、はい、38番、はい、シュールですね、この時間。21番、うんうん、20代の頃って皆さん何されてました？仕事したでしょ。いや、20代の頃一番ね、うん、あの日々楽しく仕事してますよね。景気も良かったし、ね、あ、東京三省社に寝泊まりして、だからあれじゃん、あの、さっきも控えてた話だけど、あの、白夜書房がこうにビッと伸びてきた時ですかね、うん、っちゃいます。まあまあ、それもあるし、どこも潤ってた時代ですよ ね、AV 雑誌とかあったし、女子高生雑誌とか、そう、で一緒にこう、水道橋の三省社泊まってたじゃないですか。で、徹夜明けの朝、必ず毎日5000円のユンケルを飲んでましたから、ね、徹夜明けで。よくね、東京三省社5階がスタジオで、SM の、SM のグラビアの撮影もあるから、徹夜するとき、ろうそくだらけの畳の上でこう寝るしかないんですよ。畳があるんですよ。寝るとき、床だと痛いから、はい、畳引いて寝るんですけども、はい、赤いろうそくの、あの雫が点々とこついてたりして、ちょっと干潮液の匂いとかするようなね。僕知ってますか、ライター聞きますよ。藤木さんがライターになったきっかけってやっぱ投稿ですよね。あのボディプレスとかね。そう。で、藤木 T、その時は藤木 TDC って投稿してたんですか。いやいや、ただした、本名でやってた。本名でね。はい。佐久さんはどういう感じでライターになったんですか。僕はズームアップという、コアマガジンの前のセルフ出版という。セルフ出版。佐久さんでもこれ、ええ、一応監督を目指してたんですよね。いや、監督じゃないです。脚本家を目指したの、最初から。うん、セルフってまだ3人ぐらいか、4人ぐらいしかやってないというのは、ベタの元ですよね。そうですね。中澤さんとか、今の中澤社長とかですね。はい、どうぞ。はい、67番。どの1と16番。まあ、佐久さんのその話とかは。挟んできますね。後で、後半戦で。面白いんですよ。全然今日趣旨と関係ないけどね。いやいや、出版社の話は面白いんですよ。66番。66番。まだ。今までもう一回言ってくださいよ。この今までの、はい、16、21、29、38、40、45。50、53、66、67が出てます。はい、まだリーチもない。え、これすごい時間かかる？もしかして。うん、かかりそうですよ。32。なんか回すのめんどくさい。73。何めんどくさいの？65。いやいや、まだほら、そろそろリーチとか出てる。リーチもない！リーチとか出てこないと。うっそー。60。プレゼント。63。あれ？せっかく用意したのに。うっそー。嘘、56。ちょっとドンキで買ってきたんだよ、私今日。26。来ない。また失敗企画かって、ね。ちょっと待って。コメントに。やめてやめて。多分、いずれなるよ、多分。52。いずれなる？企画倒れとかね、流れてます。44。じゃあ、これ会場にいる人たちはすっごい盛り上がってるから。放送じゃ伝わんないだろうけど、すっごい盛り上がってるから。59。で、商品をもらってがっかり。いや、そんなことないですよ。絶対お宝ですよ、これ絶対。30。早い？大丈夫ですか？だけど、リーチも来てないっていうのは珍しいですよね。当たりがないんじゃないの？23。え、これ、え？大丈夫かな？みんな共謀してる？なんか。何でビンゴですか？います。何でビンゴですか？18でビンゴ。お二方います。
一方か、はい、ごめんなさい、はい、どうぞ、18位ビンゴの方がいらっしゃいますが、17お、あ、出ない、60あ、で、あの、すいません、途中でこれ誰の商品をもらうかっていうのはどうやって決めるの？そう、確かにそれ結構ね、あの当たった方に決めてもらえばいい。いや、最初からの、じゃあ、あの、そしたらどんな順番で渡しますってこう、そうですよね。だからじゃあ3人でじゃんけんしてもらっていいですか？はい、勝った人順で渡してきます。じゃあ勝った人順で、はい、じゃんけんほい、じゃあ僕がやだな、じゃんけんほい、1,2,3 ですね。はい、はい、すいません、決まりました。70番、31番、嘘、なんだこのコメント、それだけ11 コメント嫌だな、怖いな。62、じゃあ思いつき企画じゃないよ、ちゃんとこれ1ヶ月ぐらいでしたから69、お、何番でリーチ？あちらもリーチですよ。2人何番でリーチ？あ、3人じゃないですか。61でビンゴ。61でビンゴ。え、61が出たら2人ともビンゴらしい。すごい。お、何番でビンゴです。すごい。68でビンゴ。54。あ、増えてきたよ、リーチが。サークさん何なんですかね、見たいですね。僕分かんないですからね。いや、後で、まあ、最初に渡す頃に。そう。74。お、うわ、おー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 、いっぱい増えてきた。そして64。見ないですか？はい、リーチ。あ、ほとんどリーチ。続々と。15。おーおー。おお、42、おお、あ、え、ほぼ全員に、こんだけ当たらないのは逆に珍しいよね。それだけ結構出てるけど。5番。すげえなってコメントに出てる。確かにすごい、ね。46。はい、いません。見事に言った数字が出てこない。かなりリーチ多いんだけど。33。はい。あ、ダブルリーチ。ダブルリーチ。ダブルリーチか。ダブルリーチ。43。あー。おめでとうございます。やっと出ました。やっと出ました。1名。素晴らしい。よかったです。ぜひ。そう、じゃあ、前の方まで来てください。はい、そうですね、映らないようにはするので、じゃあ手渡しでどうですか。じゃあちょっと紹介しながら。これ、あの、香港のバスなんですけども、僕は香港映画マニアで香港バスオタクなんですけども、香港のバスオタクショップで売ってるこう堅牢なミニカーなんですけども、これを、じゃあちょっとカメラに映してもいいですか。これですか。これあのちょっとした隙間に飾れるので、あんまり迷惑じゃないはずなんです。ちょっと隙間。なるほどね。ね、興味がない人には何の。フェリクさん、ちょっと。まあこれあの日本ではまず手に入らないので。おお、なるほど。貴重ですね。これはちょっといいでしょう、これ。ちょっといいです。おめでとうございます。よかったです。あ、すいません。本当にビンゴです。本当にビンゴですよ。パチ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 。はい、次、12番。あ、おめでとうございます。おあの方ですね。あ、久田さんはそうなんや。アタッシュケース。はい。ちょっと、マイク。あ、カメラは映らないようにしてね。はい。ちょっと使ってますけど、ただあの鍵がありまして。鍵押しですね、さっきから。鍵押しですね、久田さん。多分このモデルはもう作ってないんで、よかったらあの、はい、あのデートの時に使って。デートの時に。はい、デートの時に。あ、面白いんですけど、あの、はい、財布とか入りますんで。これあのね、薬箱にしたりとか、使い勝手いいですよね、このサイズ。薬箱。小物入れにもなるし。はい、ね。
あの危険ドラッグとか違いますよ。ちょっとあのゼロハリは絶対も、はい、ゼロ、はい、OK です。はい、はい、何かあればゼロハリに対して大丈夫ですか。大丈夫ですか。71番残り商品はおビーチ、ビーチ、ビーチ、はい、えビンゴ、あビンゴ、おこれで藤木さんの、はい、お宝、いやお宝っていうか、まあ、家にあるものしかないんですけど、僕あの数で勝負でいっぱい入ってますから、おお、ちょっと、ね、紹介していただいて、まずこの間出た僕が少しお、完全言葉東映 V シネマ大全という本、ね、これ二馬車のやつ、二馬車、あとね、めっちゃいい、これいいなって言ってる、数年前に出て売れなかったあの陰謀馬券の正体という僕も、あこれは貴重ですよ、だから競馬、あ分かる、これ連載してないの僕のところで、そうそうそう、そうなく連載、そうそうそう、これから競馬シーズンなんで、これ見るとお金儲かるかもしれません、ね、あとあの今日後でもしかしたら話も出るかもしれない夕暮れ族の DVD、 あこれは夕暮れ族、これはあります、ね、ライナーを書いたと、ライナー書いてます、はい、これマイナーですね、日本版で申し訳ないです、うん、あともう一本、ライナー書いた、マルヒアマレポート陰絶っていうですね、あ甘えがアマちゃんの、ね、元ネタみたいな、これあの藤浦敦史なんですかこれは、これね、藤原じゃないんですよ。藤原さんのは面白いんですけども、近藤幸彦。いいなってすげえコメント出てる。はい、あと、やっぱり数年前に買った、韓国のナショナルチームが頭につけてる、レッドデビルの。そんなの買ったんですか。そうですね。これをかぶってね、すげえ、いろいろ、ね、レイシズムとかのね、シーンの人がですね、これかぶっていってもいいんじゃないかな。はいはいはい、あと、取材先でもらった、ひっくり返すと、こう裸になるペンですね、ヌードペン、あ、本当だそんなんあるんですね、ちゃんとこうひねるとペン先が出て書けますので、これ未使用で、これ未使用、はい、あと最後福袋だ、本当に懐かしのニュース探求ラジオディグのティッシュです、ね、ああディグね、はい、ディグね、はいはいはい、もう最後の1個のティッシュ、すごい、お福袋ですね、という感じで、こんなに福岡ですね、なんか本当申し訳、申し訳ない、重くて申し訳ないんですコメント的には、あ、お願いします、もう明日の今頃はヤフオクに出てるんでしょうね、全部いや、あ、パチパチが多いですね、はい、本当に福岡、いや、すごいサービス満点ですね、お二人ともすごい良かったですね、いや、福袋っていうふうに聞いたら僕もいろいろ家から持ってきたのに、福袋仕様とは聞かず、1個って言ってたでしょ、あ、まあ確かに別に僕の言い方がちょっと分かったんですけど、はい、まあまあ次またね、はい、またじゃあ今度ね、はい、またなんかね、ニコ生で やってください、そう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 、そう袋大会、袋大会ね、あ、それいいですね、クリスマスでいいですけど、あ、クリスマスやりましょう、えダメですか、クリスマスイブね、予定ありますか、青木リーさんのクリスマス、いや、うん、まあ ないと思いますけども、別に全然、うん、なければ、ね、青木リーさんの福袋とかね、あ、ちょっと中気になりますね、彼のか、うん、彼のなんか、まあまあ、まあ、でもね、いいですね、マー君予定ありもうないですよ、僕特にないですけどね、うん、はい、ということでリンゴ大会はいやすごい終了でございます、あれですよ、なんですか、あのみんな出演っていうことっていうのは、うん、難しいから、うん、昔駄菓子屋にこういう箱があって、うん、箱のボコッとこう開けると、うん、商品がなんか出てくるっていうのあったじゃないですか、何番とか、なるほど、それ形式、ああいう箱を作って、なるほど、で当たった人からそこボコッと破ると菊池茂雄とか青木リーとか名前が出てきて、その人が用意した商品が当たるっていうね、タトゥーの人、吉田豪とかだとみんな欲しいかもしれないけども、なるほど、ね、なるほど、沢北恵子とか藤木 TTC だとなんかまたこういうガラクタを持たせやがってるからねそんなことないですよ別に、そういう企画がね面白い、じゃあこの人もやればいいんじゃないですか、そうそうそう、うん、私ですか、はい、お宝やる、じゃあ絆創膏とか入れます、うん、いやそんなもんいらないでしょ別に、なんか絆創膏ってどういうことですか、あ、それちょっと説明してじゃあ丸くなるからやりましょう、いやいいですよ、うん、もういいですよこの時間帯が、はい、この沢木さん、沢木先輩が言ってんだから、すみません、下田編集長がやられている東京ブレイキングニュースっていう、僕の名前いいんですけども、ニ
ュースサイトあるじゃないですか。ありますあります。かなり書いていただいてみます。はい、あのサイトでですね、あのノーブラで過ごすとバストが大きくなるという記事がありまして、ああ、うん、ありますね、はい。はい、それでノーブラで過ごしたんですけど、うん、まあノーブラといろいろ障害が出てくるじゃないですか。ノーブラ生活何日間ぐらいやってみます。もう多分1年、あの記事が上がってからやってるんで、多分1年ぐらい。1年ぐらい。はい。で、まあ、バストがないんですって。あ、本当に。はい、バストがない。って聞きましたけども。言い方。でそれでまあ。普通に夏とかだと浮いちゃうじゃないですか、うん、ビーチクが。あの その人だったんですね。その人です。その人あの当事者というか。それで光栄ですよ、それは本当に。バスト、それで絆創膏貼ってたんですね、浮かないようにっていうのを放送で話して、なんか絆創膏と呼ばれてって、で実際まあ1年くらい試したんですけど、全くバストが大きくならないので嘘記事を出して。嘘記事じゃねえ。それなんで、原理としてはこうブラブラ揺れた方が伸びるとか、そういうなんかその締め付けがないし、なんかそのなんか大きくなるらしいんですよ、その締め付けがないので。男性もじゃあノーパンであれするとでかくなる。いやいや、それはあの刺身を食べれば浅くするっていう方がさっきから気になってんだけど、何の刺身なの。いやいや、普通の魚の刺身を食べると、すいません、ありがとうございます。それは、いや、それない。大きくなる人もいたんですよ、だから。うん、あの貼ってれば大きくなる人もいたんで。いや、いるでしょうね。うん、はい。A から B。個人差だからね、全てね。そうです、そうですよ、はい。それはなかったんでしょうがないですよ、それね。あ、私には通用しなかった、うん。個人差があるからしょうがなかったんですよ。いや、あの年齢的なもんあるんですけど、まだ何歳？27代。27です。この間19歳って言ったんですよ。よしよし。それは暗かったから。あ、この間ですね、まあ僕は歌舞伎町を取材するときって、うん、これも有料になってるの？ああ、有料にしますか？いや、無料になってる、今まで。すごい切り替えですね。やばいでしょ、それ。ちょっと待ってください。今、あ、じゃあ、ちょっとスタッフが切り替えられる人いるかな？歌舞伎町公演にこう入やると、全然ヤクザが来るんじゃないですか、不良が。うん、これ、こらっつって、殺されるんですけど、それなしでやろうと思ったんで、話し通したんですよ。早くしてくんねえかな。これだから、多分ジャッキー・チェンの映画とかでも来たんですって。あ、まあ、取材って要するに撮影とか、ね。撮影とかですね。そうです、はい、で。来るか来ないかっていうのはそのプロデューサーの腕次第なんですけども。うん、でもまあ、昔からやってる人たちは一応通す、話は通して。そう、衣装を持っていけばいいとか、そういうの。そう、まあそうなんですけど、はい、もうまあまあ、だけど僕の場合時間が決まってないとか面倒くさいとかあると、まあ撮って OK だったら通れば OK みたいな感じでっていう、うん、そうですね。だから歌舞伎町ロケの話でしょ。そうです。ジャッキー・チェンの新宿事件。そうそう、はいはいはい、知ってます。あ、はい、いや、もうあの映画はちょっともう前代未聞の映画ですよね。そう、いまだに無料だったのかよ、これな。新宿インシデントか。新宿インシデント、うん、主人公が川に流れて消えて終わるなんて、ね、しかもジャッキー・チェンがね、下水に流れて、下水に流れて終わるって、とんでもない映画だよな、あれ。で、歌舞伎町ロケって、はい、僕よく見るんですけど、例えば牛島くんとか、なんだっけ、見るんですけど、基本ダメなんですよ。やってもいいんだけど、やっぱり不良に通さなきゃいけないんですよね。で、だから通さどっちもいいんですよ、運が良ければ。だ、僕は通したんですよね、うん、だから新宿1丁目からなんだっけ、抜け弁天までは本当にもう決まってるんですよ、島が、うん、またですか、有料で揺れました、うん。